はい。皆さん、こんにちは。ええー、2017年、宅検本試験、えー、解説会の方を始めます。担当アレックス編人講師、水野と申します。どうぞ、よろしくお願いします。 はい、えー、昨日、ね、合格発表がありましてね、えー、あのなかなか大変でしたね、35点ですか、えーまあ、レックは34プラスマイナス1でね4の方はねかなり期待してたのにっていうね、まあ、かなりあのいろんな学校ね3とかいう方もいたりね、えー、あの5って、まあ、結構高い方でねやっぱり難しかったですよねで、まあ、難しいんだけど手応えはないけど結構できた方多かったみたいです。 私もあのいろいろね業者のところもあったらねなんか思った以上にか今回できてたなみたいな、うん、たまたまというかね感覚的に当たったのが多かったですねまあだからやっぱりあのここのところ、まあ、合格ラインはね真摯に受け止めてで皆さんの中にも合格した方もね残念ながら結果になった方もいろいろ混じってると思いますがねまあ、とにかく今日はですね50問、えー、ね、えー、振り返った 振り返ってやっていきましょうということでございます。で、まずですね、皆さんのお手元に、えー、こちらですね、本試験問題。えー、ここが出た、これ最低限あると思います。あと、ご自身が受けたですね、試験の問題でもいいと思います。あのー、やぱり振り返りなんでね、あのー、この50問振り返るのに、ご自身がやった問題で見るのもすごくね、有益なはずなんでね、自分がどうやってやったかなと。そういったところをね、見ながら、まあ、万が一ね、今年ね、ダメだったという方に関してはね、えー、来年の糧にしていただきたいと思います。はい、それではですね、まず問いの1からいきます。 では、早速ですが、始めますが、問いの1。まあ、権利関係でね、いつもの条文の規定するものはどれかっていうのが出なくてね、お今年なくなったと思ったらね、あの、別のとこにあったんですよね。えー、だから問いの1結果があったんですけど、まあ、代理の問題です。で、代理だから、代理だからできる問題かなと思ったら、今年の代理は一味違いました。過去問とは装いが違いましたね。で、装いが違って、あれ、過去問でこれ処理できない問題だよねって出て、まあ、テンパっちゃった方も多かったと思いますが、これ、まずあの、正解番号は3番だったんです。 で、これ3番で、ランク B ランクとしてますがね、半分、53.1%と、正当率が。絶対取れなきゃいけない問題ではございません。ただ、これあのー、1番のところなんですが、売買契約締結しました、代理人が。で、特段の事情が何かに相か、相手からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を要すると。代理人で売買契約がわるとですね、もうお役ごめになるんですが、例えばですよ、相手に、ね、詐欺とかやりました、代理人がと。 したら代理に対して相手方は、お前騙しただろう、取り消しだろうと言ってくる人当然いらっしゃるでしょうね。いるでしょうね。これ代理人が詐欺だから取り消しって言われる権限有するわかんないと思います。なぜなら過去も初出題です。この話って、この論点って。わかんないんです。でも、わかんないけど罰にはできないはずです。うん。丸って自信も持てないと思います。わかんない場合は三角です。当然です。権利関係全部の足を、両法と違うんですよ。宅権業法は満点狙っていかないきゃいけないから、一個一個全部なんで罰か。 えー、これは自信持って丸。えー、ここは、ここが罰と、やれなきゃいけないと、権利は、流すところは流さなきゃいけないんですよ。まずこの一番は、んー、罰にはできないけど、丸、ま、って自信もないから、次こう、これがベストでございます。そういった感覚でやらないと、もう、しょっぱなから、知らないよ。えー、テンパっちゃうわけですよね。じゃあ二番いきます。委任による代理には本人の許諾を得たとき、他、やむを得ない自衛があるときにも、副代理に選任できる。これは自信持って丸いってするんですよ。これはもう何度も出ているね、点挙論じゃないですよね。 ま、この問題2番はまるぜ絶対丸だということは正解しじゃないというのは、これ確信持っていただきたいんです。あと3番目。これですね、副代理の話で、副代理って大体出るパターン決まってたんですが、これ初めてです、こんな出し方したのは。過去。うん、じゃあ行きます。副代理に委任事務を処理するために、はい、金銭を受領した。じゃあ例えばですよ、皆さんが、私がある人の代理人なんです。で、皆さんが私のお願いした副代理人です。で、皆さんはお金集金したんです。その代金を私に、 渡したんです。渡したんです。渡したんです。ですよね代理に対する、受領物、引き渡し義務を証明するが、私に渡したから、証明する。当たり前です。じゃ、その次。本人に対する受領物、引き渡し義務は、消滅しない。これ、消滅しなかったらどうしますどうします皆さんは、私に渡したんですよ。私に渡して、本人に渡してないから、また本人に責任があるって言われたら、皆さんどうします困るんじゃないですか。皆さんを預かったものも渡したんですよ、私に。 これで消滅しなかったら副代理にいつまで疑問だと。えー、私が本人に皆さんから預かったら渡すんですよ。それを案内と皆さんはお役ごめにならないんですか不安じゃないですかいや、これ罰っぽいなと。いけますかね。まあ、これ罰なんですけどね。えー、で、1番と3番のところやっぱ比べてどっちかなーで、3番がマシだったって方が当たったという。三番でございます。で、あと4番ももちろんね、丸という方結構いらっしゃるんですよ。24%も。 いらっしゃるんですよ。これはね、過去出たことあるんです。あの、日常家事って。これ日常家事って、日常家事債務って、ちょっと普段は見慣れないと思いますけどね。例えば、夫婦です。夫婦ってわかりますよね。旦那と奥さん。じゃあ、専業主婦の方もいらっしゃいますよね。この中でね。旦那さんが稼いできたお金。はい、奥さんがスーパーで買い物します。その時、委任状いりますかいらないですよね。いらないですよね。ほいで旦那帰ってきて、なんでこの肉アート ああ、お前無限代理じゃねえか、スーパーに言って、取り消しとかって、おかしくないですかこれね、夫婦生活で日常生活なんつうの旦那の金使って奥さんが何やろうと、こんなもん委任状とかなくて、当然スーパーを売ってくれますよね。これで無限代理だなったっておかしいですよね。ということで、できるで丸です。できるで丸です。で、これは日常会社でって普通、ね、テキストにガンガン載ってっていうものじゃないんですよ。ただね、民法というのはやっぱり言葉、大事なんです。 日常の家事だからこれ、もう片方、いや、普段やることだからできるのかなと。ええ、まあ一回でも過去問で見たことあるなってなるとね、ちょっといけそうなんですが、そうじゃないとなんだかわかんないから4番にしてみたと。ええ、そういうノリなんでしょうね。ここはおそらく1番と3番でどうかなって当たったらよかったねの問題です。だから確実にできる問題じゃないです。過去問を繰り返して反復計測を言っても確実じゃないんです。ただ現場思考力でどっちがマシかなで3番に持っていけるという方はいらっしゃるはずなんです。 えー、という問題でした。次2番これ、1番より正当率悪いんですよ。50.4%。で、同じ B ランクなんですが、これね、1番と2番、どっちか片方1問取りたいかなって感じです。50、50なんでね。そうやって民法と上げていくんですよ。これは取れなかった、これは取れなかった、じゃあもう全然ダメじゃないですか。でも2つ50%だったら、どっちかなんか欲しいんですよね。で、この2番は、これ、1、2、3、4って、実はね、基本的な話なんですよ。で、例えば1番ですよ。 A の所有する土地を B が自己取得しました。知ってます自己取得って。人の土地を20年とかね、頑張ってね、使ってるとね、自分のものなんですよね。前位、昔だと10年自分のなんですよね。うん。じゃあこれ、20年経ちました。取得するのは、自己取得、取得事項の完成時である。20年経ったらもらえる。丸、一番丸って方が一番多かったんですよ。これね、実は20年。じゃあ例えば皆さんが人の土地使い続けて20年経つじゃないですか。20年経った。やった俺のもんだと。これ、 所有者になるのは、占有開始です。遡るんです。訴求校って言うんです。遡るんです。なんでかっていうと、例えば、じゃあ皆さんがね、土地持っててくださいよ。皆さんがね。で、私が、皆さんの土地勝手にね、使ってたんです。20年経ったんです。それ私皆さんにね、おい、所有権移転投機してくれよと、俺20年使ったからって言うんですよ。やだって最初言いますよね、皆さんね。裁判やると結構すぐ勝てます。20年ちゃんと占有してたって証明されると、移転しなさいと。でもね、その代わり、固定資産税、 20年分、皆さん払ってんですよ。だって皆さんが所有権、登記持ってんだから、代償も皆さんの名前だから、皆さんにね、固定資産税の通知言ってるんですよ。えー、普通気づくと思うじゃないですか。でもね、本当にすげえ事実さんとかってね、もう自分が固定資産税いくら払ってるかよくわかってないです。通知が来たから収めてみたみたいなね、そういうノール多いんですよ。ほんじゃあ、20年経って皆さんは取られた、えー、固定資産税も皆さん持ち悔しいですよね。 だから固定産税をこれ自己取得した人に渡すためにも遡って最初っから私のもんという風にしてる。遡るっていうやつなんですよ、うん。でね、これね、意外とびっくりなんですけど、過去もないんです、これ。よくよく調べた。たっけんど。ああ、じゃわかんねえじゃねえかよと、うん。でもね、テキストとか講義に載ってないテキストは絶対ないです、えー。逆に載ってないテキストがあったらそれはね、欠陥品です。だってこれ大事な知識なんですもん。大事だえー、でもここ。 このところのね、あの、ところでね、あの、やっぱり過去、地下とかね、そういうところだと、ちょっとできてなかったんで、まあ25、25%程度の方、ここ行っちゃったんですよね。であと、2番に関しては、これ A 売り主、B 買い主で C の所有するって、これ他人物売買ですよね。買った人が全員昔です。確かに全員昔の人保護されるけど、成立した時点で所有権取得する、ここツです。成立した時点ツです。あの、20年経てば自己取得とかとあります。で、あと、あの、動産というものだとね、 知らないで、え、ね、知らないで無権利者から買った、即時取得って言うんですけど、即時自分のものになるっていう、ちょっと難しい話がんですよ。不動産にそんなのないです。要するに他人物売買は有効なんだけど、所有権はまだ行きません。2番ツです。これはね、丸知らなかった方多かったですね、さすがにね。他人物で成立した時には行かねえだろ、まだあとで。あと3番。 これはね、丸にしてほしくないですね。だって A と B と売買契約して、代金関西までは所有権は移転しないと、特約付されてるんですよ。民法で特約したら有効ですよ、契約は。契約有効なんだから、そこまでは移転しないんだから、B に移転するわけねえだろ、ツなんですよ。特約通りなんでね。うん、ここに丸するってのはちょっと問題ありです。えー、もう民法というものがさっぱり分かってません。えー、ということで、ツ。で、4番、これです。脅迫理由に取り消した、初めから移転したかったことなる4番、丸。 当たり前すぎですよね。4番なんです。4番なんです。これね、まあ、1番で当たり前で言っちゃった方は、まあ、さっきのテキストのところをね、全く見落としてたと、まあ、いう感じですかね。あと4番のところも、まあ、当たり前なんです。取り消したらなかったことになるから、初めからなかったことになる。4番丸。えー、まあ、考えてみると当たり前で、聞いてみり当たり前で、冷静になる当たり前で、なんでできなかったんだろうってなっちゃう方も多いと思うんですよね。うん、民法ってそういうもんです。 民法って業法とね、やり方が違うんですよ。業法はね、すべて疑いの目を見て、目でやるんですよ。何か引っ掛けないか、何か引っ掛けないかと。権利はダメなんですよ。素直な心なんですよ。えー、引っ掛けところというよりも、ああ、これはそりゃそうでしょう、うと。えー、いう感じでやれるといけると思います。1番、2番、確実に両方とも取らなきゃいけない問題ではないけれども、1番か2番かでどっちか片方は欲しいかなっていう感じの問題でした。えー、この2つで。3番 86.6%。はっりましょう。これを落とすと、もう無理です。多分、これを落として受かってる人はね、あ、もう、あんまりいないですよ。うん。あの、よっぽどなんか、ど、奇跡が起きない限り。これはね、間違えちゃいけないですよ。なんでかというと、まず知識でもね、普通の知識です。だって一番って、あの、まず判例文関係ないし、誤ってるものを探した。え、こういうのの解き方、判例文読んでからよりもん、も先に1234見ちゃった方が早いです。え、じゃあまず一番、これってどうですか もう一度やってるからね、そんな全部は読みませんよ、朗読の時間になっちゃうんで。ええー。一番って、協議に基づかないで、配達的に占有する権限を有するものではない。そう、共有者って持ち分持っていれば全体使えるから、一番はこれでいいんじゃないのとあと、二番は、協議することなく A が C に使用対策、ただで貸した。B に、当然には C に対して明け渡し請求できない。いくら、もう片方の人に勝手に無断にやっても、使ってる人には占有権ってのがあるんですよ。使ってる 勝手に出ていけとは言えないんですよね。そりゃあそうなんじゃないかなっていう流し3番。D 間で協議することなく D が F に使用対策締結した F は使用対策やだって言った E に対してはい排他的に占有する権限を主張することができる。これはズうしくないですかズうしいですよね。もう感覚的に3番でバツっていけそうですよね。だって4番絶対丸です。もうこれも典型です。だって持ち分放棄ですよ。もう片方共有者に行くって、この4番は間違いなく丸だってこれは自信持って言っとかなきゃいけない。 知識だけでも3番っていける可能性高い。でも知識で自信がならなければ判例見る。そうすると3番の内容きますよ。3番の内容、判例文の1行目。共有者の協有に基づかないで占有することを承認された第三者は、その占有を使用人にしなかった共有者に対して共有物を入った時に占有する権限を主張することはできない。答え書いてありますもんね。え、これは落とすともう答え書いてあるし。えー、しかも答え見、判例文見なくても問題解ける方の方が多いし。 えー、という問題とかでございます。もう権利でここを落とすとも取るとこないねという、そういった問題でした。えー、絶対落としてはいけないところでしょう。次6ページ。はい。まあ、6ページって言ったください。問いの4。えー、ご自身のやつでやってる場合は問いの4でございます。はい。問いの 4! ここにあったわけですね、条文。えー、ここかよと。うん。で、これ65.9%ってなかなか正当に高かったですね。ただ C ランクなんですよ。対策がいるかいらないかったらどうでもいいんです。 でね、あの、この、ここが出たには、まあ、書いてる方は、あなんか趣旨が読めない、この問題の読めないってなってますが、完全に趣旨わかりますよ。改正民法です、これ。これ、ちなみに1も3も4も改正民法の条文なんです。改正民法だから今時点ではないよ、ってことで2番が丸なんです。 でもですよ、いいですかこれ改正民法も去年も同じで、おととしもそうだし、完全にこの条文の問題は改正民法を意識した次材になってんだけど、だからといって、宅県受験生が改正民法の民法をやったら、今の民法だって分かってなのにくせに、改正民法だったら余計ごちゃんだって、いや、無理決まってんだろうと。だから対策はいらないんです。うん。でも完全に向こうさんは、改正民法の条文だよと。うん。で、一応対策としては見たことあるのを選ぶことです。だって、改正民法、 勉強してませんよね皆さん勉強してませんよねしてたらごめんなさいね。いや、してたらすごいっすね。え、してたらすごいけど、普通してないんですよ。宅建中継先生が改正民法だってしてるわけないんですよ、普通。えー、だから、あ、これ2番見たことあんな、当たったらよかったね、の問題です。だおそら,らくこれね、総理関係のね、あ、これなんか見たことあんぞ、囲んでる場合通行できるってと、そうしないと困っちゃうんで、と。えー、あ、助け合いだよね、周りの土地の人とは、と。2番見たことあるで、当たったらよかったね、と。 だから意外と正答率上がりましたね。ただ、覚えて勉強して対策取って取る問題ではないから、これランク C ランクになってますよね。その通りです。ええー、一生懸命来年受けるとしても、この条文の問題を追っかけちゃダメよということです。次問いの5。74.5%、これ A ランクになってます。これは取らなきゃいけないんですよ。ただ、びっくり、中古自動車と。なんで自動車出すかと。えー、これ完全に視点変えてきましたね。 でね、視点変えてきたんだけど、中古自動車とかなってびっくりなんだけど、結局これね、貸し担保責任運んの話じゃないですか。売り主の担保責任の話に持ってきてませんそれに気づけばよかったですね。で、まずはこの問いの後に関しては、4番が丸なんです。はい。A の所有物ではなく、父親のもんだっても、売買契約は有効。そう、所有権は移転しないけども、他人物売買は有効です。ドキソ中のドキソです。4番丸。これは持っていかないと、もう民法勉強してませんねって話ですね。 うん、じゃあ4番なんですで。あとは1番に関しては、引き渡し受ける前に A を、100万円を A に払わなきゃいけない。引き渡し受ける前に払うって、売買って基本同時利口なんです。相手がやんなきゃこっちもやんなくていいんです。だから、引き渡し前に金払ういや、中古自動車もう建物も基本売買は同時利口。相手がやんなきゃこっちもやんなくていいっていう流れだから罰かなといけるといいですね。であとは2番。 これに、ね、不動産で、宅建試験では不動産で出たことあるんですよ。CYA に対して、も B に対しても、貸し担保責任を追求できる B に対しても、ここで、鉄罰です。B って、誰です仲介媒介。中古自動車も媒介っていう概念ありますからね。うん、売り主じゃないんです、これ B って。売り主じゃない人に売り主の担保責任は絶対無理です。だって売り主じゃないからと。 うん、これね、あの、普通の問題でもね、何度も出てる問題なんですよ。要は、うにしの担保責任ってのは、売り主できるんだって、売買、仲介。いや、B は売り主じゃないから、追求できないでしょ、罰です。うん、ただね、変な、欠陥商品仲介してますよね。そこでね、不法行為。分かってて、交わしたとかね。えー、あとは、委託ですよね。これね、お願いしてるんでね。債務不履行というね。そういう債務不履行とか不法行為で、こういうの仲介を責めることはできるんですよ。 でも、この貸し担保責任というのは売り主に対してだけしかできないんです。だから B には売り主じゃないからできませんよと。これ、過去問レベルです。これ、中古自動車になってビビっちゃったけど、え普通の問題です。あと3番。いつでも、これで出スですね。あの、これ、手付金なんですよね。手付金って、どうですいつでも手付放棄、手付倍返しできるんですかできませんよ。相手が着手したらできますからね。 で、これあの、業法ばっかやってると不動産のところしかないんじゃないかってね、なっちゃうんですけど、いやいや、普通の民法の規定であるんですよ。手付けのところって。うん。だから民法のところで手付け見たら、ああ、これで相手が着手したらダメだからいつでもは罰だな。1、2、3、罰、罰、罰、4番、丸。うん。ま、あこれ、あの、個数で出してもね、それなりに6割ぐらいはね、正当率出た。じゃないかのところでございます。はい。全部過去。結局、中古自動車っていう以外は、全部過去もの,のレベルです。この問題は実力で取っていただきたいなの問題でした。次。 問いの6。で、これがね、22.6%なんですよ、正答率が。ただ、あの、この解説の冊子には A ランクになってます。A ランクになってます。おそらく今後はこれは大事な、できるべき問題になってると思います。それはなぜかというと、まずこの6番って、1番、はい、大きい ?1 のが大きいこれ、両方とも2分の一ずつだから、同じだから1番×。これはね、あまり間違ってないんです。 この一番罰なのは。で、二番に丸した方が圧倒的多いんですよ。二番が。これ二番って、A が死んだ。A の子である B と C、二人子供がいる。成立しないうちに B が死んだ。B には配偶者と子供がいる。A の遺産分割に E が代衆相続人として、ここチェックでここ罰でございます。まあ、塗りたくなきゃ塗らなくてもいいですけど、もうここのところ罰と。 これ分かるようにしといたか、あとあとはいいと思いますよ。せっかく出たんだから。大衆相続人これ大衆じゃないです。大衆というのは、A が亡くなった時点ですでに B が死んでるとその子供に行く。これ A が死んで B が死んだっていうね。これ大衆じゃないですよ。これ順番。もうね、結果的に図書くと A と B 両方死んでるんですよね。 そうするその子供で「大衆みたいな感じで2番を「えー、あこれだこれだ丸だ」ってね言っちゃったという方がねやっぱり半分以上いるんですよ、うん、これはまあ読み取りミスというかね、えー、ちょっと惜しかったですね、えー、ちゃんと冷静に考えればっていう感じになると思うんですよこれ大衆相続ってもう一回要件確認ちゃんとしといてください大事なところなんで、えー、A が亡くなった時にすでに B が死んでる時に子供もいくんですよでこの場合だと A が死んで B がその後死んだら A の財産 B と C が相続。で、B が死んだ B の持ち分を配偶者と子供 D と E で、これ、承継するんです。うん。だからこれ代衆じゃないです。えー、というとこです。これなかなかた問題になったみたいですね。えー、3番です。で、これが丸なんです。これが結構難しかったですね。これ常識でね、感覚で言ったら、いや、生産する必要あるだろう、とかってなるんですよ。ところがね、この問題ってね、実はね、過去問の親編なんです。 あの、金銭債権とね、現金。えー、金銭債権というのは分割して収得するから、もらっちゃったらもう生産いらないよ、と。これね、あの、実は判例でね、似たような判例がね、二度出てます。過去。過去出てんです。だから見たことあれば、なんか見たことあるなぁと。それでもね、二番が大衆でも2二番にどうしてもしちゃってね、あの、もう修正できないと、やっぱり無理なんですけどね。この3番ってね、実はね、難しいんだけど、実は判例で、えー、似たような判例が過去二度ほど出ております。 えー、ただね最近10年じゃないんですよだから10年分過去問近10年分のところばっかりしかやってないとこの版でこの問題が出た年って見てないんですよね、えー、だからここのところはえ本、ー、当かよってなっちゃうとこだから、まあ、正当率22.6だからはっきり言いましょう今年でできなくてもいいんです要するにだって難しかったしもう数字が物語って,ってるんじゃないですかただ知識としては2番「大衆じゃねえよ」っていうのはこれ分かっとくべきだし3番あ「見たことあるな」にしてほしいしあと4番「限定承認全員」じゃないですか あのこれちなみに4番丸したらもう話になりませんからねこれね限定承認は全員でやんなきゃいけないもう絶対罰とここのところはちゃんと一度でも相続見てればあれ限定承認って全員じゃなかったっけなって言ってほしかったなのところでございますだからこの問題って今年に関してはできないからいけない問題じゃ全くないですだって正答率22.6ですよ全然できなくていい問題ですただ今後の知識としてはこの問いの6は大事な知識です だから来年、ね、え、受けなきゃっていう方は、これ、もう一度ね、やっぱり見とくべきなんじゃないですかっていう問題でした。次、問いの7。はい。39.6%。で、39.6ということは、どうですできなくていい問題ですよね。あの、卓球試験って絶対満点狙っちゃダメですからね。今年悔しいから来年満点狙ったろうなんて、来年も危ないですよ。えまあもちろん8割ぐらい行こうかな、狙おうかなとか、それぐらいはいいですけど、満点とかやるとね、やること多すぎてね、もうね、本当に大事なところがブレるんですよ。 これ C ランクです39.6ですよ。じゃあ、一生懸命対策する必要ないですよ。ただ対策する必要はないけども、試験という時は全力で解いてますよね。当たり前ですよ。試験の問題でそれが C ランクなのか、正当率が何パーになるのかってわかんないから、とりあえずやるじゃないですか。そうするとこの問題って意外とできる可能性はあると思います。で、まずこの問題が難しかったのは一番の足が言ってることがよくわかんないから。じゃあ見ますよ。読みましょうか。受け負い契約が受け負いの責めに行きすべき自由によって中途で終了した。 途中で終わっちゃったんですって。えー、私が大工さんで皆さんが頼んだら、えー、請負人の責め、私の責任で終わっちゃったんですって。請負い人が施工済みの部分に相当する報酬をかけて、その支払いを請求することができる。私、皆さんに、8割が終わったから、8割ちょうだい。1000万で頼まれたんです。8割ちょうだいって言えるんです。注文者が請負いに請求できるのは、注文者が、皆さんがですよ。施工に用した費用のうち、請負いの未施工部分に相当する請負い代金を超える部分に限られる。じゃないといるかわかんないと。わかんないと。 ですよねうん。そこで、今ので、私に1000万で頼むわって頼んだんです。で、私が8割やって、皆さんは私に800万払うことになったんです。で、皆さんは完成させなきゃいけませんよね。他の大工さんに頼んで、300万で途中から仕事してもらって、全部で1100万払ったんです。さあ、300万払えって皆さんは私に言えるかって言うんです。勘弁してください。もともと皆さんは1000万払う予定だったんですよ。 皆さんは、私じゃなくて他の人がやったせいで、損したらいくらですか超える部分100万円。ということです。超える部分に限る。要するに、もともと私に払うお金に関してはえ、他の人に頼んでやっても、それ言わないでくださいよ。えそっちに払うの当然じゃないですか、もともと。だけど、超える部分は確かに申し訳なかった。だって1000万で完成させる予定がそれ以上かかっちゃったんですからね。だから超える部分に限るという、そういう意味なんです。これ、本試験の緊張状態で冷静に考えられるかというと難しいです。 でも難しいんだけど、できる人は絶対いるんですよ。ここいいところって、切羽詰まって、最後の最後、他の情報とか宣言とか全部終わった後に、ゆっくり考えて、どういうことかなと、いやー例えば、とかってね、いうふうに考えるとできる、丸かなっていけるぐらいの人はいるんですよ。うん、じゃあ、例えばこれが、罰としないで、丸かなわかんないけど、丸かなっていけたら次、2番、注文者の責めに帰すべき自由によって終わった、はい、請負い人は、残債も逃れるために、注文者に請負代金全額請求できる、まあ、注文者の制度ですからね。 事故の債務を逃れた利益を注文者に召喚しなきゃいけない。言ってることもあります。あの、報酬もらえるけど、私途中で辞めな、やめたんですよ。えー、め、あの、途中までで仕事終わりなんですよ。うん、要は、中途半端で終わったんですよ。どうです全部皆さんからもらったら皆さんにするじゃないですか。えー、これ、さすがにこれ、私全部もらってそれで終わりだと、皆さんにするじゃないですか。だって私途中で終わっちゃったんでしょ、仕事。やらなかった。 ええ、ね、材料とか買わなかった、そういうお金に関しては、皆さんに返す。要は、総裁して、減らせるという。そんな流れです。これも、あ、きっとそんなことかなってなんか想像できるといけるんですよ。あと3番目。これが罰なんですが、これどうですかね欠陥があった注文者、家臣の就報に代わる損害賠償を受けていなくても、損害賠償を受けてないんです。はい、報酬全額支払わなきゃいけない。ええー、欠陥があったんですよ。皆さん頼んだものに。えー、そしたら、損害賠償を受けてないのに、報酬全部払え。 無茶ですよね、これ。そう思いませんえ、報酬は全部払うわ。損害は受けてない。おかしいだろと。これ実際判例ではね、全額、損害賠償を受けてなきは全額困るんです。その結論はいいけれども、全然知らなくていいですけども、これ、損害賠償を受けてなくても報酬全額払わなきゃいけないって、それはちょっと理不尽だろう。罰だろう。3番罰です。という、という、現場思考力でいける可能性は絶対あるんですよ。あと4番絶対丸ですよね。 この流れは知ってますよね。知りながら告げなかった。卑怯ひもんですよね。分かっていながら告げない。そしたら逃れることできない丸。この4番に罰なんていうのは持ってかれてほしくないんです。でも、1、2、3、どれも言ってること難しいなだけど、言ってることが見えてくると3番が罰かなっていける可能性があります。ということで、卓球試験は国語力大事です。日本語を読む。あの、まずね、この試験って日本語なんですよ。言葉が読めない。問題文読めない。それできるわけねえじゃないですか。 えー、あのだからといってねあの読書しろとはね嫌ないですよ夏ぐらいからはでもね活字慣れはした方がいいと思いますよもう、ね、もう問題文を読むのに時間がかかって無理だっつったらいや試験って問題文読まないと聞かれること分かんなければだできるわけないじゃないですか、えー、だからねこれね結構問題文いけてると、うん、3番がバツかなってできる可能性は39.6というのはちょっと低いかなともうちょっと4 5 0ぐらいあってもよかったかなの問題です えー、ということで、まあ、これね、できそうだなと思ったら、あ、そうかと、と、うん。じゃあ、ちゃんと問題文読んで、ね、理解できるように頑張ってみようと、ね。する努力ぐらいはちょっとしてみてください。次、問いの8。はい。えー、B ランクの問題なんでが50.9%。はい。普通の絶対行という問題で、やってりゃできるけど、やってなきゃできないというね。で、まず一番は、履行の請求。一人に履行の請求すると、連帯債務者一人に言うと、もう片方、もう両方。他の人にも影響があるという絶対行です。 生じないは罰という。これ、あの、やってれば、ね、できるはずです。一番罰。で、二番、総裁も絶対行。片方総裁すれば、は B の CD に対する連帯債も200万円、総裁してるんだから、消滅する。二番、丸。普通に二番です。総裁絶対行だから。で、あと三番、全部消滅する。いや、自己完成の場合、全部は消滅しませんね。負担部分だけなんですよね。え、ね、これ言って、言ってること分かんなかったら勉強してなかっただけです。 え、ね、これ言ってるちゃんと、ああ、あれかってなんです。で、この問題で一番、これ人気を集めたというか、あの、正解誌じゃなくて人気を集めたのがは4番なんです。この4番やっぱりで、900万円、ABC3 人で抱えてるんですね。連帯債務で。で、1人当たり300万なのは、負担部分等しいっていうので、いいですよね。で、この1人の人が100万円だけなんですって、弁済したの。ということは、負担部分300だから、100万じゃ、 まだ自分の部分も、自分の分も全部言ってねえじゃんと。他の人に求償できるわけ。ねえじゃん、4番じゃねえかって三2番だと思ったんだけど、4番にしましたっていう方は絶対いると思うんですよ。あの、払ったら、払ったら、この人100万円返済したら、他の人に、まだ自分の負担部分払ってなくても、他の人に求償できるんです。33万3333円です。要は、100万円の30%。割り切れませんけどね。うん、これできるんです。だって払ったんだから。え。 これ、出たことあるんですよ、実は。実は。うん、だから、これって、まだ負担部分足りてないからできないかなって、まあ、想像力片付けてらっしゃると、これ、4番になっちゃうんですよね。うん、だから、この問題というのは、現場思考力を考えちゃダメな問題なんです。もう、連帯債務とかの絶対この話は、もう、完全にルールの処理なんです。だから、私はあんま好きじゃないですね、この問題。えー、現場の処理じゃできないんで、覚えなきゃいけないでね。私は記憶力がないんでね。えー、もう、本当に大嫌いというか、なんだ、こんなつまんで勉強っていう。 えー、そういういところです、うん、ただ、の連帯保証とか連帯債務のところの絶対行ってあの、まあ、語呂合わせで絶対行覚えるとかね、えー、あと影響のない相対行とかの処理のやり方過去もやってればもう2番総裁なんだから2番というところでねあの突き通せるといいなとだからこれ結構合格してる人でもね4番に持ってかれちゃった方はねそれなりにいるんです、うん、だから絶対できなきゃいけない問題ではありません。ただ まあ、ちゃんと絶対1個やってれば2番が総裁だから絶対1個だから丸だなと。いけてもおかしくはなかったなという問題です。で、それに対して問いの9。これ56.1%。あんまりパーセンテージ変わりませんが、A ランクの問題です。で、この問題は3番が丸なんですが、これ今日基本的に番書は出さないっいうのがルールなんですけどね。あのー、こんな感じの図になったからなんですよね。A という人が死んだ。 配偶者がなく、子供 B、C、D がいる。子には E、B には E がいる。C には子が F がいる。はい。B は相続放棄した。また C は A を脅迫をして遺言を作成を妨害したため、相続になることはできない。まあ、こういうのを結核って言います。相続結核と。悪いことして、相続人で悪いことして、相続で悪いことすると、もう相続人じゃなれなくなります。はい。で、D というのがいる。さあ、こんな状況でございます。 これ1億2000万円 A が残して死んだ相続放棄したら、まず放棄、相続人じゃなくなりますよね。その子供代収できますかできませんね。これはおそらくほとんどの方が知ってるんです。100人いたら、まあ、やる気がある人だったら。えー、あの、宅券試験ってね、本だけ買って全然ない人もいるんですよ。全く。そういう人は死がにもかかんない人は5万人ぐらいいるんですよ。もう話にならない人ね。でもそれなりにちゃんとやってると、この相続放棄の子供が相続にならないは知ってるんです。 で D は相続人ですよね問題は真ん中相続結核のその子供 F というのが大衆相続するかという話なんですこれ実はね実はねここのところ最近過去問出てないでしょこれ十何年見たない見てないそれとできなかったでもねテキストには絶対載ってるし講義では全力講義なんですこれだって意外だと思いませんこれ脅迫してなんか遺言ば作成したという極悪非道な C ですよね その子供ですよ。代執させない方がいいと思いませんいいと思いません私は思うんですよ。これ、親殺しとかね、遺言書偽造とか遺言書破棄とかね、遺言書偽造とかそういう極悪非道なやつの、その子供代執はさせない方が私はいいと思うんですよ。でもこれ民法だとか、親は親、子は子なんです。じいちゃんは、子供もに来たるしても孫は可愛いんです。え、要は、子供がもうどうしようもないですけども、その子供に罪ないんです。代執するんですよ。 これ感覚的にやってると結核の子どもだから無理だろうってなったからこれ40%ぐらいの人間違えてるんですよねいやこれはねまあ講義聞いてこれ間違えてたら本当にねなんかいやもうやるせないです何聞いてたんだよおいみたいな怒りすらは覚えます、うん、だけど過去問だけしかやってないでできなかったらしょうがないですだって過去問最近出てないんでおそ、えー、らくねあのいろんな会社のね本うちもそうですけどねあの見たけどねどこも過去問出してないんですよ それじゃ、過去問だけで仕上げてきたら、そりゃ、潰せなかったわなと。うん、だからこんなもんです。だから絶対できなくてもいい問題ですただ知識としては、大事な問題なんです。大衆のところで。という問題でした。はい。その次、問いの10。はい。また口頭でいきます。66.8%。で、これはもう2340なんだけど、一番だけでもう処理します。いいですか ?66.8%。ああ、もう、不思議とか出てきてる。うわあ、低等圏も大嫌いと。 ところがこの1番っていいですか ?1、試験では利息のうち満期のなった最後の2年分について担保されるが、しーんですよね。7件で知らないよと。これ利息担保されないってなんですけどね。知らないよと。いいです、知らなくて。ところが2では、設定に別段の定まない限り、担保債権の利息は担保されない。だ、罰×!定等権ってどうです最後の2年分はみたいなの聞いたことありませんうん、それ聞いてれば罰いけるでしょ。という。 えもう試験の話なんで全然しらなくても一番の後半のところで担保されねえことはねえだろバスと。ちなみに工順員の定等権者いなかったら全部担保と。これ定等権やってたらやってるはずなんですよ、絶対に。しかも定等権って難しいけども、本当に難しい配当だなんだなんてやらなくても、できる問題って最近出てきてんですよ。うん。だからこの問題はね、B ランクでやっぱ全体難しいんです。前半後半でやるとすると。でも答えを出すのは一番。非担保再現の利息担保されねえわけねえだろバスと。これで処理できるから、 取りたいんです、うん。これ取りたいんです。66.8、うん。まあ、やっぱりご緊張状態だから全部全部見るじゃないですか。そうすると他のところに惑わされる可能性ありますけど、やっぱりここはね、この一点だけでピンポイントで言ってほしかった問題でございます。じゃあ、その次いきます。問いの11。はい。35.3%。ということは、まあ、間違えてもしょない問題ではございますね。 でまずはこの問いの11の1番は C 1番本 A と地につき本件とは別に9月1日に C との間で建物所有目的として賃貸借を締結した場合本物件が本件契約が資材置き場として更地で利用することを目的とするものがあるときは本契約より C との契約が優先するとこれ建物の方が保護されるからとか言って1番を丸にしそうなもんですがそんなことないです、えー、対抗力です。 要は土地借りて建物があればね、そっち勝ちですよね。やっぱり他の人に言うためには対抗力なきゃダメなんですよ。だからこれ言い切れないんです。優先するとは。言い切れないよな、これね。早いもん順とかじゃないもんなと。えー、対抗力備えたかどうかだからこれ罰だろと。で、2番。これが丸です。正解は2番です。よく見てください。10年と決めた存続感を、居住のように供する建物を所有するのを目的とする場合、建物所有目的だと、土地って、シャクシャク化法、30年になりますよね。 最低30年。あ、もうこれ、基礎中の基礎の知識です。はい、前半 OK。後半、資材置き場としてさら地で利用する10年である。そう、だって10年で決めてんだから。これ、資材置き場とか駐車場ってったら民法を使います。民法は契約自由です。10年で決めたら10年である。当然丸です。もう2番で圧倒的丸です。絶対的丸です。じゃあ3番、増減額請求できない。いやー、増減額、いやー、できるでしょ、バツこの3番には持ってかれた人はあんまりいないです。 え、問題4番です。この問題は2番が丸だと思ったとしても4番で持っていかれちゃった方が多いんですよ、外した方は。この4番なんで待つこれちゃんと分かってないとまずいですよ。いいですか建物所有の目的で更新がなく買い取り請求しないという定め。あの、借地でもできますよね。さあ、事例1、長期の定着。50年、50年以上、長い間過数大盤振る舞いすると、 悪いけど、出ていったね、ちゃんとさらちにして戻してねと。定着付きのマンションとか、定着付きの一戸だてとか、要は、50年という長い期間やってると、これ出て行かせられる。あとは、事業養借試験。え、正証書である。え、あれはもう10年から50年でいろいろ設定できますけどね。それですよね。書面とか公正証書でやる。そうすると、あ、更新がない、買取請求がないってできますが、さあ、この問題は、あらかじめ B に対して書面を交付して、説明しなければならない。説明罰。 え、説明いらないけど。うん、いりません。これね、建物のね、定期借家とね、多分、こんがらがったんですよね。建物の定期借家、定期建物賃貸借だと、例えば2年限定で2年で出て行かせってするとき、どうですどうです事前に説明して書面で。そして契約書で巻かなきゃいけない。事前説明と契約書とね、2個いるんですよね。ところが別に、借借家法、これを説明するっていう必要ってないです。えー、ないです、要件に。えー、これ、 あのー、書面で説明、そこのところ、これ、借地には、それないぞえ建物だと、ごちゃになってないかっていうところなんです。ただなんかありそうなもんじゃないですか。だから、2番をもうすっぽかして4番にしちゃったんでしょうね。うん、残念ですね。この問題は35.3点、もう合格者でも4番に持っていかれちゃった人は結構いるので、今年はもう今年に関しては間違えてもしょうがないと思います ただまあ2番のところでどうにも揺るぎないんで4番のところあれ借手の時あんな説明とかってなかったなってだったらやっぱ2番にしてほしかったなの問題です。以上次。今度問いの12でございます。これ借信借家法で79.1%この問題落とすとかなり手痛いです。あの借信家法はね2問とも落とすとねもう権利取るとこなくなっちゃうんですよ。 あの直前になって権利関係、あ、いいんですか、あの皆さんもしね、あの今年、権利関係で落ちたと思ったら、多分間違いです、それは。えー、あの、権利関係3点でも4点でもね、受かってる人受かってます。ちゃんと業法制限取るべきとこ取ってれば、えー、権利関係で落ちるってことはないです。だから、権利関係で落ちたというのは、絶対に勘違いなんです。だから、直前期に権利関係やるとかって、絶対おかしいんです。だけど、今の時期からじっくりやるっていうのは、すごくいいことですよ。権利ってね、ラストね、1ヶ月前とかやってもね、突き上げばじゃね、無理なんですよ。 でも早い時期から権利関係ってじっくりね要請するとね直前、暗記なんてしなくてもねこっちじゃないかなが当たるようになって半分ぐらいになんて絶対行くようになるんですよ。あの権利関係捨てて行方制限で命かけて受かるという人もいるんです。いるんです。そういうのは戦略としてはありなんです。でもやっぱり権利関係って早いうちにちゃんと文章を慣れるとかねそういったところをいいコツコツね図の書き方とかやってると絶対半分なんて行くんで、合格ラらいは、うん、だからもし来年やろうと思ったら早いうちは権利関係です。 えー、もちろん、業方制限もね、全くやってないでね、えー、一年、夏ぐらいに始めようって言うと、ゼロになってるんで。それはちょっとずつやった方がいいんですけど、権利関係の、やっぱり要請というのね、早い位置はね、した方がね、私はいいと思いますよ。来年やるんであればね。で、一番なんですけど、これ、当然に終了し更新されないと。一年前に更新の通知をしていれば、えー、終わりますって言うんですね。あの、これ、通知だけでいいんですか正当自由いりますよね。 要するに、大家さんから出て行かすには、一番、正当自由がいる。通知していれば更新されないって、いや、通知だけじゃ言い切れないよね、と。正当自由がいるから。だから一番、罰でしょ。あと二番は、有効となるってなってんですけど、あらかじめ同意していれば、これ有効ですかいや、これ不利でしょ、カニ特約無効でしょうね。あと三番、B から聞かされていればって。確かに B から聞かされてるれね、C はね、準備、心の準備できるけど、ルール。 おさん所有者から A から C に通知がいるっていうのを置いてますよ期間満了でバばばバこれ賃貸借借借法は直前でもやった方がいいですよ、えー、なぜなら直前やってもちゃんと結果が出ます、えー、逆に直前やんないと借者借法はもう忘れてます、えー、だからね民法の中でも権利関係の中でも賃貸借借者法のところって絶対2問3問出るんでね うん、そこはね直前期でもしっかりやっぱり押さえておいていただきたいとこなんですよ他の権利のところの問題は直前やってもちょっときついですけどね、うん、この3番なんかは基本中の基本ですあと4番定期建物賃貸借だったらはい書面を交付して説明しなければ更新がないのはだめそうです事前説明そして契約書作る両方いります4番丸「丸これでもうピンポイントで言ってほしいとこですね 8割型できてんで皆さんもできてる方多いと思いますがね、はい、1も2も3も全部切れて、はい、よかったねと、問題でございます。ちゃんとやってくださいということです。次問いの13。区分所有法。はい、75.8%。結構高かったですね。あの、区分所有法ってあんまり時間かけちゃダメなんですよ。ただね、区分所有法も、もう、さーっとテキスト見るじゃないですか。過去問に全部答え書いて、持ってきそうなとこ持ってくえ、その程度やっておくと、大体こういう年はできるんです。 この問題って2番がツです。もう134は、もうね、まるでもう何度も絶対出てるんでね、まるでも当然で2番がツなんです。なんで罰 ?5 分の1です周回召集この規約定数は規約で減ずることはできない。まあ、ここがチェックでツですね。あの、開きやすくすることはできるんです。5分の1より少なくして。開きやすく。えー、増加できないですね、厳しくは。開きにくくするような規約ダメです。だけど減ずることはできるから、 2番はツと。これ、あのー、テキスト見て、過去も見りゃ、絶対にね、ここのところって、あれ、なんかあん見たことあるなってなったから、おそらくね、できた方多かったんでしょうね。という問題でございました。はい。その次、問いの14。で、今年は、不動産統計法じゃなくて、区分所有法で取らせてきましたね。毎年なんか、どっちかね、片方ぐらいはね、チャンス問題みたいになってるんですよ。で、不動産統計もね、もうやり方同じで、テキスト一生懸命隅々まで読んで理解してやるなんていうのは、すごい無駄ですよ、時間が。 だって、土地買う部調査士っていう資格と表示え、権利の時司法書士、両方とも難関資格ですよ。その、その二大国家資格の、その人たちがお勉強する内容が一問だけ出てくるんですよ。それを網羅なんて無理じゃないですか。うん。じゃあ、この問題はちょっと無茶です。36.1%。できなくてもいい問題です。じゃあ、できなくてもいい問題なんだけど、まあ、できるとするとね、 例えば、もう完全にこれもう結果論でしかないんですけど、例えば一番建物名称って、これ陶器見たことあるとね、マンションの名前とか建物名称ってね、見たことある。あれ見たことあるなーって方は結構いるんですよ。もうなければもう無理ですけどね。あの、できなくていい前提ですからね、まずでも、あれ一番って名称ってあったかなあと二番、地上圏の存続感って地上圏の存続感何年と。何年っていうのって大事な情報じゃないですか。大事な情報ってやっぱり陶器に乗っけといた方がよくないですか。だって陶器って他の人にアピールですから。 何年間とかそういうね、大事なことって決めたんだったらどっけといていいと思いませんいや、わかんねえけどなるかな ?3 番目。はい。資金があるとえばその胸は投機事項とならない。ならない。でね、そもそも賃借権の投機ってほとんどしないんですよ。しないから見たことね、本当やるのかっていう世界なんですよ。でもやれるんです、やろうと思えば。じゃあその時に資金ってあったら投機事項とならないいや、大事なことだからならないことないのかもしれないな。いや、へりくつというか、結果あるんですよ。 えー、3番バツなんですよ。3番が。で、ちなみに4番。えー、着手者化法事業所的着手権。その定めも登記事故とある。事業用ですよ。事業用ですよ、厚生証書でやる。ほんが大事な話じゃないですか。そしたら、事業用の着手権って乗せてもいいような気がしませんね。大事なことなんだから、登記乗るんだからっていう、そういう、そういう視点でやると、3番かもしれないという風になって、当たったらよかったのもです。 でもね、あの、本試験の緊張状態でね、ピリピリした空間でね、そんな冷静になんてなかなか無理なんですよ。だから、取れなきゃいけない問題じゃ当然ないし、勉強して取れるべき問題じゃ全くないんでね。こういう問題を追っかけないようにしてください。ただ、本当に素の感覚で、え、やると、民法ってできる問題、権利関係でできる問題は多いんです。少なくとも半分はいけるんです。あんまり勉強してなくても民法って、もしだとできるなって方って結構いるんですよ。 でも、本心券だともうう、もう,う、目ごとに崩れ落ちたみたいな、そういう方いるんですよ。それはね、よそ行きになってるんです。え、ね、だからね、あの、対策としてはね、民法に関しては、本当にね、普通にリラックスして、普通のね、視点でね、解けるかどうか、ね、そこら辺でございます。まあ、それがなかなかね、平常心が難しいんですけどね。次。問いの15。83.5%。で、この問題をとしたら、もう受かるわけがないです。っていう問題です。農地法。え、ね。まあ、 ちょっと面食らうのは、普通国土が来たんですよね、ここ。ああ、今回農地が来たら、ぶん早いなと、ね。そんなところでしょうかね。まあ、それでビビっちゃう方いないと思いますけど、でもそういうのぐらいでもね、やっぱり揺さぶられるところってあると思うんですよね。で、この問いの15は、4番丸。相続の場合、はい。許可はいらないけど、農業委員会に届け出がいる丸でございます。で、ちなみに1番は、これは持ってかれないでほしいですね。市街学域。市街学域ってじゃんじゃんバリバリ建物建てるところなんですよね。都市化するところなんですよね。だから、農地潰すのは植えるかもなんですよ。 農地を潰す場合は農業委員会に届けて OK ってありますが、これ、工作のために借り入れる。ということは、3条。農地、農地のまま。あの、市街化区域的に農地が農地に動いても、農地のままでも何のメリットもないですよね。普通通り許可です。だから1番ツ。もう引っ掛けの農地法の典型です。2番、農林水産大臣。もここチェックバツです。見たことありますありますないでしょう。ええ。ところが、竹江市県というのはベテランがいるんですよ。 10年生死とか、あ、行ったらごめんなさいね、馬鹿にした感じで。でも10年やってるって馬鹿にしますよ、本当に。ええ。だって本気でやったら、ほんなら10年かかりますもん。本気でやっても、ね、やっぱダメな時ってあるんです。人間、人間失敗することって。でもね、やっぱりね、1回ダメで2回ダメでも3回目あたりにはやっぱり行くんですよね。本気でやってると。うん、10回本気でやってて落ちたらちょっと大丈夫ですかっていうね、そういう世界なんですよ。うん。だからね、ここのところね、結構前にね、農林水産大臣で教可ってあったんです。大きな農地だと農林水産大臣あったんです。 えずいぶん懐かしい問題ですよ。今これ出すかなんですけどね。いやー、懐かしいな、罰です。低等権必要ない罰。言いますね。低等権って使う人変わんないし、使い道も変わんないんでね。もうこれ低等権は後ほど許可いらないって典型ですもんね。ということで、これはできなきゃいけない問題でした。次、問いの16。はい。79.9%。そして A ランク。で、今回、法令上の制限がやったら難しいの多かったです。 えー、でも、簡単なのは、本当簡単でしたね。そう、これ簡単な方です。多分、これで落としちゃうと、法令上制限は、本当に、あの、運がないとね。難しい問題が奇跡的、税金のところ、国税のところ当たりましたみたいにね。そうじゃないとね、挽回厳しいと思います。じゃあ、この12番は、いびゃいきます。正しいものの組み合わせ、個数と違って組み合わせはビビんないでくださいね。えー、だって、ちゃんと丸抜きやれば、できますから。えー、で、合うのがなかったら、ちゃんともう一回見直せができますから。じゃあ、いきます、1番。 都市計画区域なんとかの区域建物を建てる許可がいる都道府県知事丸でございます。もうこれ以上言うことないです。丸。じゃあ2番目ははい。地区計画地区計画って小さな町づくりなんですよ。管轄市町村長市町村。だから、これって市町村長に届け出。行為着手の30日前に市町村長に届け出。絶対見たことあると思います。許可じゃないよね罰です。これも絶対ツ言ってほしいとこです。 あと、3番目、上のところ、事業地内って一番厳しいところなんですが、土地の形質の変更。これ、造成工事でも許可いります。だって、事業地内って、非常用災害でも許可いりますもんね。あこれは絶対丸だな、です。で、4番目、これがなかなか難しかった。はい、事業地内です。優勝で譲りようとするものは、施工者の許可を受けなきゃいけない。これね、工事やってるところで別の工事やるのはダメなんですよ。邪魔になるから。そういう場合、許可だっていうふうになるんですよ。売るのって邪魔になりませんよね。 そう、邪魔にならないから許可いりません。ただ、これもね、一度過去もに、これ、難しいマニアックな問題ですけど、郵送で譲り受けようとするときは、届け出しなさいっていう話が出たことなんですよ。えー、あれなんかいたかなみたいな感じでね、え、もやもやってなっちゃうとね、いかんかったですね。工事やらないんだから許可なんているわけないでしょきっちり切れば、もう、あと、うで、一番、丸。もう、何の迷いもなくできてほしいところなんです。うん。じゃあ次、問いの17。77.6%。 これ特営ランクってなってますが、やっぱ落としちゃいけないんです。まず一番、一番は純都市計画区域で三3000以上じゃなきゃ許可いらないんで、許可受けなければならない。バツ×!二番、市街区域これ市街区域だよ。農業用の施設なんですよ。農業いたまの居住の用って。ええー、農業用施設って許可いらないのが原則なんですが、市街区域は都市化しようってところです。1000平米以上だと、農業の施設なんて市街区域で目障りですね。許可がいるんです。 教科がいるんです。おこれだ、丸できてほしいです。もう、典型です。典型問題です。丸。あと、3番、変電所。珍しいですね、変電所で言うのは、図書館が多いんですけどね。変電所。おこれ、広域で見たことあるぞ、4つだけのやつ。ね、許可いらないバツ。4番目、遊園地3000。あの、遊園地とかこういうね、やつってなんかありませんでした ?1 万平方メートル。第二取得点。うん 1>, 1万平方メートル以上じゃないと第一所得税じゃなくて開発行為に当たんないですよね。だから許可はいらないからツ。この17、77.6って、まあそれなりに落とした人もいるけど、多分ね、落とすと結構きついと思います。だって開発行為の典型的な問題なんでね。うん。取ってほしかったです。次、問いの18。72.6%。これも取ってほしい問題です。続きました。取ってほしいのが。で、難しかったんですよ。123の、特に23が。 で、上の方、安全上防災上、ょうがないと認めたら仮に使用ができる。いや、仮使用の商品そうだな。そしたら、うオ、ん、ッ OK だっていうのは見たことあるぞ。一番は見たことあるってなるんです。ところが二番、えー、長屋の格好の改壁はなんだこれと。ちょっとドキドキしますよね。なんだこれと。えー、で、小屋裏って読むんですけど、えー、小屋裏または天井裏に達するものとしなきゃいけない。これ知りませんよね。知らないです。いいんです、知らなくて。 あの、そういうところに揺さぶられて、こういうところまでやろうとすると、来年もポシャるんですよ。いらないんですよ。で、ちなみにね、これ、長屋ってまあ、こういう、みんなで住んでるアパートみたいな感じのね、ところでしたね。パーテーションで隣の人と区切られたら嫌ですよね。<laughs> 屋根場でちゃんと行かないと部屋としてまじだろうっていう、そんな感じです。言うとることなんか簡単ですよね。うん。だけど、そんなの思いつかないから、知らないよ、ハテナですよ。で、3番目、下水道法とかって、ちょっと、ちびちゃいますよ、これね。ほら、便所は、水薦便所しなきゃいけない、知りませんよね。 いやまあしなきゃいけないっぽいけどやっぱわかんないから4番見たら出ましたホテルを共同住宅ホテルを共同住宅別の用途にする。建築確認いりませんでした。似たもの同士だといらないですよね。ホテルがアパートいやーもう強引に似てるというとね、なんか似てると言わ、言えば言う、なんか気もしなくもないけど全然似てません これ似てない。似たものじゃないじゃん。これじゃんと。だからこれね、2、3は分かんなくていいんです。でも4番、これだ似てねえじゃん。似たものじゃない。4番、×!って言って、正解。するのが、まあ、合格者でございます。ええ。だからこれ2番、3番を対策取ろうなんてはどうでもいい問題だったんです。ええ。でも取らなきゃいけない問題だったんです。という問題です。次、問いの19。これですね 57.、57.5と。ただ、あの、レックではね、これね、内部では特営にしてるんですよ。この問題。特営にしてるんですよ。うん、やっぱりね、消去法でもいけたっていうんで。 もうないですね。で、一番が丸なんですが、一番ってやっぱり、用途地域の指定のないところ、利用して定める。いやー、よくわかんないけど、全部丸って自信はないけど、とりあえず突っ込みとこないから、ちょっと次行こうって、多分なると思うんですよ。一番自信持って、はい、丸次の問題っていうのは、ちょっとおかしいです。えー、なんかやり方がおかしいというか、ちょっとおかしいと思います。一番自信持って丸は無理です。でも二番が、第二種中高層ですよ。ホテルって左、左二、左四つ、えー、 大衆大衆低層、大衆大衆中高層、できないと。え、これあの、語呂合わせとか今やる時間じゃないんでね、やりませんけど、大体語呂とかそういうので、できるできないとかっていうね、用途制限ってあるんですよ。あ、これ左四つダメだから、これできないんじゃないバツと。うん。これちょっと頑張ってれば、いけると思います。あと、福音4メートル以上でありですよ、3番。4メートル以上ですよ。法上の道路とはならないってなりますから、これ。4メートル以上なら。え、建築基準法上の道路、4メートル以上じゃないですか。いや、4メートル以上あるでしょ、バツ はい。あと4番。最小の数値。全面道路2つあるときに、全面道路を考慮するのに、広い方なんですよね。広い方なんですよね。あの、計算問題は本当にいらないけど、えー、ちゃんとその理屈、えー、どうするっていうね、そこら辺のアプローチはね、しとくべきなんですよ。それ考えると、これ、2、3、4、あ、これ、×××ツだ。1番しか残んない。だから1番だったと、消去法で言って取れるはずの問題なんです。だからレックでは特例にしてるんです。1番自信持ってピンポイントは難しいです。というか、無理だと思います。 でも2、3、4で罰言って欲しかったねーの問題でした。今年珍しいんですよ。都市計画法と建築基準法が4問ともちょっと取りやすかったんです。えー、だからおかしいなと思ったんです。私も。だってこのままじゃすげえ高得点勝負と、えー。あるんじゃないかこれと、えー。いう可能性。よっぽど業法がね、も,ものすごくなるのかもしかしてと、えー。そういうふうになるんですけど、出ました。卓、え、造、ー、法。これが難しかったです。卓造法ってね、なんでね、基本的と言われるかというと、数字あるからなんですよ。 2メートル切り戸とか1メートル盛り戸とかあるじゃないですか。あそこら辺でね、出るとね、あの、やりやすいんだけど、この問いの20って、まあ、ランク B ランクで58%絶対取らなきゃいけない問題ではないです。なぜなら、最初、全部丸に見えると思います。もう全部丸でもよくないっていう感じになると思います。で、もう突っ込みどころがないんで、もう番は放置したら滅ぶことできんだろうと。でね、やっぱり2番で31.9%で2番で罰つけた方が多いんですよ。それは多分おそらくこれです。 二行目の、宅地造成に関する工事であるか、田舎に関わらず、報告を求めることができると。え、田舎に関わらずと,と、いや、工事に関わんなけりゃできねえんじゃねえかと。え、いうところで多分二番は、ちょっと字面から雰囲気からバツっていう感じがするなーつって持ってっちゃった方もいいと思いますが、これ、区域内ですよ。 え、もう全体的にどうなのよ。え、管理者とか専用者にどうなのよって、別に工事やってなくても別にできます、これ。え、報告してよと。最近裏の、どう工事やってないけど、裏の崖の調子どうみたいな。え、そういう報告って求めることができる。これ丸です。これ丸なんです。で、3番は、これもね、あんまりなかった。強化することができる。それはまあ、できるんじゃないの、場合によっては。で、これも丸だろうで流すところで、4番、バツ何がバツと。これ2行目、3行目ですね。 当該技術基準を満たす必要のない地表水を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとするものは都道府県地に届け出る必要はない必要はないツなんとなく技術基準満たすんだから必要ないかなで丸にしちゃったんでしょうね。えー、いやいやいや、除却工事するんだから届け出。着手の14日前まで届け出ってルールあったじゃないですか。ここがツです。だからなんとですかね、これって、えー、なんか4番もそれっぽく見えんじゃないですか。 2番だってそれっぽいじゃないですか。3番も1番もそれっぽいっていうか、まあ本当に丸なんですけどね。思うじゃないですか。だけど、これ4番のところで、いや、届け出がいるから、その技術基準なんていうので、届け出いらないなんて例外なんてないよな、言ってないよな、と。うん、まあそういう規定はないということで4番バスという。えー、すごいやりにくい問題なんです。だから正解できた方58%は、まあ2番と4番比べて4番の方が、やっぱり届け出はいる。そんな例外なかったよなーって当たったっていう感じです。 絶対取らなきゃいけないものではないですということだけは言っておきます。はい。でちょっと切り替えでねあの10分休憩してまたね、えー、この時計で5分からですね始めたいと思います。じゃ休憩です。はいそれでは再開してみます。いきます。問いの21参ります。土地取得整理法です。で土地取得整理法はお勉強するのにすごく難しいとは思うんですけれども、まあ最近の傾向で捨ててはダメなところですね。 あの土地額整理法、完璧を求めるんだったら捨てた方がましなんですけどまずあのテキストがざっくり見てえあ汚い町並みをきれいな町並みにするんだとで本当に難しい言葉、普段使わないようなのもいっぱいあるんですよでもそういったところを抜いてあこれはいけそうだ、これは噛みつける、これは食いつけるというところを選ぶだけでも結構正解しておるんですね。というのが、まあ、今年も続きましたまずはあの4番が×なんですが借地権、土地使う権利ある人これ、地権者です組合員とならない罰×。 土地使ってる人も中身に入れないと汚い町並み、綺麗な街並みになりませんもんね。この4番で絶対的にピンポイント。これ76.8%。うん、捨てちゃってるとできないでしょうね。でもやればおそらくやってればこれ見たことあるって食いつけると思うんですよ。それはなぜなら1番は組合って、これ区画整理やろうって認可もらってね、これやる、や始めるんですよ。やめる時もね、OK、認可いるんです。 あいと思うんですねあと2番も買った人もルール守る。ええー、証刑者に移定する。あ、言い方難しいけど、これも丸だろうっていけるんです。あと7人以上組みい。細かい知識のようで、意外と出てるんです、これね。7人以上ってね。あ、見たことある丸で、4番ですよ。これね、全部なしあ、見たことあると、さっぱり意味わからないっていうのはなかったんです。だから、この問題って、土地学生制法最近、やりやすい問題なんです。 えー、もう年によってものすごい難しいどうにもならない問題なんですそういう問題を追っかけるのはよろしくないですでもやれそうな問題って絶対あるはずなんですよそういったところをねちゃんと対策しておくだから全部捨てるか捨てないかじゃなくてそれって、えー、どこをやるかどこまでやるかっていうのをちゃんと決めてやればこ、えー、んな変な方が勉強にならないでね、えー、だからこれねあの本当に直前期になって土地確整理法はもうテキスト見て難しいからもう捨てちゃえっていうやっぱそれだと合格者になるのがもう最近難しいんですよね うん、だからやれそうなところだけでもね引っ張ってくるなんとか食いつくというね努力頑張ってみてください次問いの22これは難しかったえー、なぜならこれ B ランクで54.4%あの一番津波であのレクとかの頃でねあの知事以外の許可頃で思いましょうこれで全部いけますよっつらいけなかったっていうね、うん、ふざけんなおいみたいなね感じの問題ですけど、まあ、津波のところはねあの頃よりだいぶ後にできたもんだね、えー、ちょっとねっていう感じだったんですけどね、まあ、これ一番が丸なんです で、2番は、贈与で届け出なきゃいけないって、ただですからね。国土利用計画で値上がりっていうのを、こう、やっぱり適正価格にしたいじゃないですか。ただっていうのだと届け出いらねえって、これ2番はね、罰いけそうなんですよ。で、あと3番、これどうですか、警官法。あらかじめ届け出なんです。着手後じゃないと。 ええー。まあ、なんか、着手後でもいいような気がしちゃうじゃないですか。え、ね、知らないとね。うん。でも、これが罰だった。だから、あの、1番と3番、どっちかなみたいなところでね。あと、4番が、あの、どっちかというと、受けずに、許可受けずにできるって、いや、許可はいるんじゃないこういう場合もと。うん。ちょっと罰になりそうじゃないですか。えー、だから、これで、ね、1と3、どっちかなで、いや、で、当たったらよかったね、という。そんな感じの問題でした。だから、まあ、今後はね、この1番あたりもね、まあ、出たからにはね、見とこうと。正解誌になったら見といた方がいいんですよ。 あの今年できなくていいんでですよでも来年再来年とかって、ね、これから先の試験ってもうねんでて、ね、卓球試験が、ね、年々難しいかっていうとちょっとずつ今まで出てないところがちょっとずつ出てくるんですよでもそれが正解値とかになると必ず何年後かにまた出てくるんですよそうやってだん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 広がってきてね、えー、どん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 やるところが広がってきてだから難しくなってるんですね、えー、でもここのところって、まあえー、もうとりあえず合格する、えー、今年合格しちゃったであと来年、えー、もう合格する方は、まあ、そこまでナーバスになる必要ないです2年連続って相当出ないんでね ええー、だけど、ここのところ、ま、加工問としてはね、まあ、大、一応これ 54.、54.4%なトだね、まあ、B ランクなんでね、うん、最後には見れるといいねぐらいの問題でした。それに対して、十というの23。はい、税法。えー、所得税、ああ、だったと思ったら、上都所得のほ、この内容じゃなくて、所得税の法則なんですよね。難しかったですね。そう、正当率知ってます ?10.7%。10.7 10. ですよ。これね、割り切って勘のほうが良かったですね。 だからわかんねえからわかんねえからこう、サイコロ。あの、サイコロ本試験で振るとね、君何やってんだって言われるんでね、鉛筆ぐらいだといいと思いますよね。そのまま当たったっていう問題なんですよ。これおそらくね、あの、一番が丸なんですけど、多分、全然知らないと、一番って別荘じゃないですか。別荘なんて金持ちじゃねえかと。あんなもんぶっ壊れたって、まあ工場なんてしなくていいよ、金持ちどもみたいな。そういう意識で一番は罰にしてみたら外したみたいなね。だからあの、勘より悪いというのは、何か理由があるんですよ。 これ一番別荘とかって、みたいにね。うん、もうみんな知らないんです。だからいいんです。できなくて。で、ちなみに皆さんがこれからね、例えば不動産鑑定を受けようとかね、そういうふうにね、ちょっと難しい資格になると、この一番って普通の問題なんです。この一番って。え、うん、知る、知らないとまずくないっていう太字になって多分テキスト出てますよ。という問題なんですが、まあ、卓券試験においてはこの問題はちょっときつかったですね。だって二番が不動産所得じゃなくて、譲渡所得だから罰とかって。はいですよね。 あと3番も、これ、上渡所得じゃなくて、事業所得。まあ、これね、商売だから、3番、上渡じゃなくて、商売なんだから、事業じゃないってね。えー、いける方も、商売とか自分でやってたらいけるかもしれないけど、まあ難しいでしょうね。まあ1番、4番が人気集めたんですけど、相続の時の相当する金額うん、えー、いやいや、相続って承継だから。えー、最初に取得した人の状態を承継するんでね。だから罰というね。いや、俺もう知らなくていいですよ。 覚えなくていいんですよじゃあ覚えなくていいという、そんな問題でした。ということで、まあ一応全部、あの、5問目以外は全部ね、あの、触れるというのが今日のね、あの、一応テーマというか、あれなんで触れましたけど、皆さんが一生懸命やる人はないという、えそこだけ分かっといていただければと思います。で、問題は問いの24なんですけど、これ69.2ってそれなりに高いんです。で、これそれなりに高いんですけど、まず1番はツに所有者ではなくって所有者でしょう、固定産税は。これはいけてほしいんですよ、バって。だと2番、 どうですこれ。これね、あのー、獣覧この家屋のね、獣乱帳簿っていうのは、いつでもじゃなくてね、4月。期間限定なんです。えー、普通の固定産ルの台帳と違って、期間限定なんです。これ実は過去問出てんです。この話。ええー。で、あとは3番。これもね、あの、平成9年とね、14年かなんかなんですけど、出てんです、これ。過去問に。ええー。だからこのね、3番も、不具合あるときは審査の申し出、これかなと。これ3番が丸なんです。 だから過去問で一度でもなんか触れたことがある。がっつり覚えようのね、足にはなってないはずなんですよ。でも見たことあるなーって食いついて当たったとっていう方が、まあほとんどでしょう。だと4番は、予定されてる土地ってなってますよ。予定ということはまだ建物ないんですよ。予定だと、これ、税金安くなんですかだかたらみんな予定って言いますよね。え、ね、え、ね、これ固定算するのね。うん、これ予定立ってなきゃ無理っしょうという、そういう問題です四4番。うん、だからこれ、3番って行けた方はそれなりにいたんですね。 まあ普段の固定産税の基本的なポンという問題ではないけども頑張って考えるといけそうな、まあ、2番の縦乱帳簿というのが、ね、これ期間限定でいつでもじゃないというねそこのところを、ね、見たことがあるかと、ね、言ったところだったんですか、ねうんまあなかなかな問題だったのは確かですだから一応あの解説というかこの前書きにはこの24は、ね、難問だったねっていうねそんな感じには言ってます。 ただ過去出たことあって見たことある人がいたら、これだけ、正答率はね、それなりに上がったという問題です。はい。まあ絶対ではないけども、見たことあるとできたらよかったねの問題です。当たり前ですが。次、25。これ68%なんですけど、この問いの25は地下工事3番でね、ズバリりってほしいです。ピンポイントで。そうしないと1番って変化率とか言ってんありそうじゃないですか。ないんですけどね。変化率なんていうのを工事いらねえ罰なんです。であと2番で持ってかれる人はいないと思います。 地下工事土地鑑定委員会、毎年2回 ?2 回 ?2 回です、こんなのは。えー、あんな願いじゃやってられません。えー、毎年2回、×。あと4番。義務を有する。いや、標準値ドンピシャだったとしても、えー、義務じゃないですよ。指標なんでね。指標と務める。努力義務ですよね。だから2位なんですよ。この、あの、地下工事の金額って。義務じゃねえだろ、×です。だからこれ、1、2、4× で3番。 えーまあ、もちろん消去法でもいいんだけど1番がね見たことない足だと思うんでね3番のところでピンポイント通常である土地を選定する、えー、標準値というのは普通の土地だから標準値っていうんです通常である土地を選定する丸ドンで言ってほしいとこです3番これを落とすとね結構痛いですねあの法令上の制御がガタガタってなってるはずなんですよここはね食い止めてほしかった問題ですはいそして問いの26いよいよ勝負の行法ですまあね今年ねやっぱり行法ですよ行法ですよもう毎年なんだけど行法なんです えー、あの点数がね、やっぱりいけてない方はね、ほとんど行法で、多分16点切ってません、えー、あのはっきり言いましょう、この問題、16点、16点でもうちょっと危ないです、17点です、あの結局ね、今年ね、35になっちゃったのは、行法が簡単だったからなんですよ、制限はやっぱ難しいし、権利も去年よりちょっとやりにくかった、でも行法はね、とっつきやすかったんです、もう行法でね、取りこぼしがあると、もうね、ばっ、やっぱ厳しかったんですよ。 あの、毎年毎年、業法は16取れないと話にならないとは言うんですけど、ええー、もちろん13とか12とかでね、権利関係がね、例えば司法書士の受験生とかでね、権利14点だからはね、なんとかなったみたいな、そういう人いるけど、普通の受験生、民法でそんな取れないじゃないですか。ええー、対策で取れないんですよ、運もなければ。だから、業法で落としちゃいけない。そして、問いの26、最初に業法やったら、なんかいきなり、計算ええー、これ、報酬と。もう、本当にうんざりですよね。 うん、あの、問題の順番変えられただけで、こんなにだけ苗させるんですよね。うん。まあ、向こうさんの配列はなかなかだったと思います。ええー、でも問題だから当然やりますよね。で、これ77.8%。やっぱ取れなきゃいけない問題です。じゃあ行きます。1番、丸です。正しいもの。店舗です。じゃあ、これ家賃が本分で9万円なんですけど、家賃1ヶ月分というのが基準ですね。賃料基準ですね。本来、賃貸の報酬って。 でも店舗とかで、権利金とかがあればまさにあった200万円の権利金です。この権利金を売買代金とみなすと。でね、売買代金だと即算法ってやつなんですよね。3%プラス6万とか。でもこれ200万ってね、5%なんですね。それがまたなんか嫌ですよね。えー、5%と。えー、はっきり覚えてたか、まあ5%。じゃあ 200×5% で10万。それに消費税10。10万8千円。10万8千円で円だ、21万6千円じゃねえってやっちゃった方は違うと。 速算法で出た額というのは売買代金と同じ。両方からもらえますよ。両方から。あの、高い方でね、あ、10万6千円だから、あ、もらいすぎってやっちゃダメですよ。両方からもらえるんだから、10万8千円両方からもらったらいくら、21万6千円、まさに丸。ちゃんとやり方分かってるばもう、ピンポイントです。ただこれピンポイントでできなくても、2番が、二番が、報酬受領した A は B の依頼によって行ったって依頼によったんだったらできますね。知識で ×2 番はいかなきゃいけないんですよ。 で、あと3番は、報酬を限度まで受領できる、保管に、重説の対価。重説量重説量アこギですね。<laughs> まあ、不動産っていろんなのありますよ。消毒費とかね、鍵交換費とかね、いろんななんか二人でなんか悪徳な感じのバンバンつけますよ。もう、取れるだけ取ったろみたいな感じで、やるっけども、それやっちゃダメですよ、音は。ですね。これ、重説量、言い訳ないでしょ。こみコみで、そんなもんは。報酬に。×。これは言い訳ねえだろって言ってほしいです。あと4番。 賃貸で居住用ということは、100万円というのは保証金。これ代金と見なせませんよね。ちゅうことは、家賃1ヶ月分9万円。9万円に、これ、消費税、もちろんね、業者はもらえるんで、もらったとしても、9万9波7十に9万7200円。これもらいすぎですよね。あの、2、3、4でやっぱ罰切れるから一番だったと。あ、そうか、売買代金だから両方からだっけえ、これを覚えてもなんか一番にいけるという方は多かったです。 えまあ、一番でピンポイントでも、これだってやっていけるぐらいに欲しいんだけど、消去法でもできなきゃいけないから、この問題を落とすとかなり停滞です。次。問いの27。はい、特 A ランクなんですよ。またね、82.7。すごいです。個数なのに8割超えてます。正当率が。えー、じゃあ、いきますよ。まず、売買契約、引き渡しから2年という特約を定めたら、無効。引き渡しから2年なら有効じゃないですか。はい、無効は罰有効だから、普通の問題です。二番。 引き渡しから1年間、貸し担保責任を負うという特約、無効。引き渡しから1年。うん、ちょっと売り主が業者だと難しいですね。入れなきゃいけないんで。これ無効で、丸でございます。はい、3番。損害賠償はできるか解除はできない。えー、お金では弁償するけど、解除、キャンセルはさせないよと。目的達成できなければ、解除できるって、それができないというのは、買い主に不利です、やっぱり。これ、買い主に不利です。ということは、特約は有効。だめ!×!無効です。 あ、×、E、○、U、ウ○、バ×。ということで、いの一つです。ということで、一番。これ、正答率82.7から個数でも、これだけ基本的な足が揃うと、個数でもできるんですね。もう、個数アレルギーやめましょうね。もう、行方は全部個数でこいやぐらいの、そういう気概のある受験生になってください。もう、個数でうわ、泣いたと。あ、もう、個数でダメだと、と、えと、ー。もう、個数アレルギー長くすっていうのは大事だと思います。えー、あの、個数は本当大変ですよ。なんかいいテクニックありますかとないです。 一個一個丁寧に切るしかないんです。えー、ああ、まあ、ね、強いて言えば、正しいもの全部とかね、誤ってるもの全部とかね、全部誤ってるとか、そういうのは多いんですけどね、うん。でもそんなの別に何の助けにもならないですもんね。一応迷った時にちょっと助けになるぐらいでね。うん、やっぱり一個一個丁寧にやるというのが大事でしょう。次問いの28。で、こっち残すのはちょっと少なくて67.6%。でもやっぱ取らなきゃいけない問題でございます。で、あは、違反しないものはいくつあるか、いや、あは違反です。 な,なんで、これ、眺望ですよ、業務上知り得た秘密が含まれてるから、これ、専門業者に、えー、しっかりとシュレッダー廃棄、完全にしてもらったと、いうじゃんと、だめ、治体なくだから、5年保存です、5年保存です、だから、えー、そういう個人情報とか、そういうのがね、大事な情報があるから、えー、専門業者に完全に破棄すると、そっちばっか見ちゃうと間違えんですよね、いやいや、5年保存しようと、そっちか、みたいな、えー、でもこれ、そっちかじゃなくて、できなきゃだめですよね。 あと二番目、い。千人代理って聞かないですね。でもね、媒介と代理同じなんですよ。え、ね、千人媒介と同じなんですよ。さあ、指定流通庫に登録しないねを特約って、これ、特約無効です。だってお客さんに不利なんで。レンズでちゃんとやんなきゃいけないんですよね。千人だとね。だったらこれはダメっしょ。違反。でございます。で、うわ投資マンションの販売です。はい。勧誘に先立ち A の名称を告げず、A っていうのは会社名告げないんです。 すいません、水野です、みたいに言うんですね。投資マンションですと。投、ま、資、あ、マンションって言ってるし、名前言ってるからいいだろうと。よくないです。会社名を言わなきゃダメ。A の名称をつけてここにチェックで、ここが違反です。ですが、ここですからね。で、この後に監視がないという意思を違があったので、勧誘を断念したと。これ社長からね、見るとね、もう一回くらい断られたくらいで、も何やってんだと。もう一回どういと,いともう一回どういといもう明日もう一回見て取らしてこいと。えー、断念しちゃダメだろって、そっちじゃないですかね。 断念していいんですよ。断られたら断念、逆にしなきゃいけないんですよ、試験では。えー、これ、あの、罰、違反するって言っても、その、ツボが違ってるとできてませんからね。会社名言わなきゃいけないんだから。うん。まあ、この問題がなんか一番ちょっと面白かったです。えー、いや、こっち、こっちで切るやつ絶対入れるなへえみたいなね。そっちじゃないですから。あと、マンション分譲するにあたり、管理士から手付金受領しましたと、双方が履行の着手すれば、ええは、手付金を管理士に返還して、一方的に解除。 えー、手付金、飼い主に返還でいいんですかだめですよね、うん。ということで違反、えー、違反、前。違反、違反、違反、全部違反しないものはないということで、4番、なしです。だからこういう、全部ないとか、全部あるとか、多いじゃないですか、えー。そこら辺はやっぱ知っといていいと思います。このね、個数の問題だと、人間というのは、1個ぐらいあるだろうと。そういう心理が働くんですよ。あのこの宅建試験は、全部誤ってるとか、全部違反するとか、全部廃案しないって、多いです。なんでかちょっていうと、本当の実力を試すのは、その方がいいんですよ。 一個ぐらいで行って当たると、たまたま当たる人が出てくるね。もう全部違反しないって自信持ってできる人を合格したりしたい。あとは心理的なもんです。あの、受験というのはね、絶対ね、しょぼいやつが作るとね、一個二個絶対違反とか出てきたりするんですよ。あと正解番号も一番じゃなくて三番とか四番とか後ろの方にね、作ったりするんですよ。それが試験というもんなんですよ。ところが卓球試験のね、出題者はね、国交省の知ってますえ、エリートですよ。国一受かった。キャリア官僚ですよ。もう奴らは試験が大好きな奴らなんです。 もう受験でもう勝ち残ってね、もう隣とか出て、もう受験に勝ち残った、そのもう試験の薄いも甘いも知り尽くしたやつなんです。だからその真理が分かってるから、もう全部正しいとか誤ってるとか引き出すんですよ。それが分かってると結構いきやすいですよね。あ、また全部、あ、やっぱり違反して、あ、ほら、みたいな。そういうぐらいになっておいてください。だから全部違反するとかって普通にありますからね。で、その次、問いの29、正答率45.9、さあ、行法で間違えるならここでしょうと。 いうもんです。これは難しいですよ。で、まず一番は、マンション管理業に関し、ここです。処分受けることがある、罰。あの、宅建業と関係ないです。え、指示処分、業務停止処分で監督処分は、宅建業に関するなんかだったら、あるけども、マンション管理業だと関係ないよと。マンション管理業で出たのは初めてだけど、この一番は過去問でちゃんと趣旨捉えてやってれば、できるはずです。次、二番。国土交通大臣免許取り消しできる、罰。なんでと。 おつけんじ免許だからです。免許権者しか取り消してで,できないです。いくら大臣でも知人免許、おつけんじ免許の業者の取り消しはできない。これはもう監督処分の代表問題です。免許権者しかできないって。あの大臣だったらできそうじゃないですか。だって大臣だったら日本のなんかすげえトップみたいでしょえー、この大臣最強定数じゃないですか。大臣ってたらもう、もう日本全国どこでもあ潰しい、潰しいみたいにできそうじゃないですか。できません。免許権者しかできないんで。 だからこれ、取り消すとすると、お付けんじ事しかできないんですよ。だから罰。で、3番、まあ、る、えー、3番が、これ、罰ですね、これね。国土交通大臣です。はい。C に対し、法,法律の基づくの重設を行なかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なくその旨を内閣総理大臣に通知しなきゃいけない。いやー、こんなの知らないですよね。もう三角というか、わかんないですよね。ただね、過去問にあるんですけど、 こういう処分するときに、国土交通大臣って、内閣総理大臣に、協議をしなきゃいけないんですよ。協議を。やっちゃっていいですか、総理と。おおやれみたいなその後に、やりました、総理と。もういいと。えー、もういいです、協議してやった内容ですよ。あんまり通知いりませんという、そういうノリなんです。そんなとこ気づきますよね、普通ね。だから知らないですよね。今の話、えー、あの、協議がいるから、通知はいらないでしょって、それを求めるのは受験生には無茶だと思います。 うん、でもね、一つそういうね、解き方もあるんですよ。うん。で、この3番はもう、本当わ分かんないから、4番で、4番 D。はい。D という業者。はい。職員による事務所への立ち入りを拒んだ。来るなみたいな。え罰金処せられることがある。来るな入るなぁって言って罰金とかってきょっと厳しそうだけど、やっぱりこういう職員とかね、そういうのが来た時に、止めるってなんかまずいじゃないですか。業務を妨害するような。そういうのってばっぱまずいのかなと。これ4番もあるんです。 だから3番と4番でどっちか丸かなって迷うと思うんですよ。で、結果的に45.9だから3番の方の方がやっぱり怪しいじゃないですか。でそれ以外のもなんか、うん、知識なければいっちゃうじゃないですか。だからこの問題に関しては個数じゃないけど、むしろ今までの個数より難しかったですね。この問題はね。うん、だから行法にもこういう問題はあるんだということでございます。これは面食らったと思うんですよ。行法があ個数じゃないのよ。わかんないってね。うん。そしたら聞き取り直して次30。 問いの30は77.6%。これは取んなきゃいけない問題です。はい。234もう丸。もうこコメントなしです。もう1番で×です。住所変更した登録の移転できる。×!住所だけじゃダメです。登録と移転というのは職場変わらないと。登録先じゃない。都道府県に職場が変わらない。職場基準です。これはね、あの、やれてないというか覚えてないとか見たことないというのは、ただの勉強不足です。えー、ということでも一1番、ピンポイントの問題でした。はい、次、問いの31。 はい。問いの31。はい。これも85.1%とすごいですね。今年ね、個数がね、やりやすかったんですよ。個数が。去年個数が難しいのが足、あってね。うわーってなってね、うん。それでもあの、昨年は個数じゃない。正しいものか誤っているものを選ぶ問題は、一問も落としていけない問題だったんです。えー、個数は落としてもいいけれどと。もう今年はね、結構個数取らないとねっていうね。じゃあこの一番は、あ、三31番は、あは、自ら指定した自宅で申し込みした。 クーリングオフの話ですよね、これ。来てーって呼んで自宅で申し込んだらクーリングオフできませんね。できるは×。一番×。2番目、クーリングオフって、当該署名を A が受け取った売り主が受け取った違う、発信主義ですね、うん。内容証明とか郵便局に出したポストに入れた時なんですよね。ちゅう,いうことでいは×。う、違約金。で、これ A が業者で飼い主素人さんなんですよ。自らに制限なんですよ。ちゅう,いうことは違約金とか損害賠償の予定って、2割まで合算して。 二割ということは、三千万の二割は六百万円。ということは、もう三百万円役金だから六百万円じゃ、これ合計九百万になりますよね。六百万までしかいけないんだから、これダメでしょう。あ、い、う、ばつ、ばつ、ばつ。ということで、正しいものはいくつあるか、なし。またなしですね。ということですえ。なしでも自信持って、四番に突き通せたか。というところです。次、問いの32、いきましょうか。88.9%。 これも取らなきゃまずい問題ですよね。で、いきます。1番。これが正解です。まあ、234丸なんで、絶対的に。1番でいきます。宅建業者は下る事務所にを移転した。で、最寄りの教託書が変更になった。金銭だけです。金銭だけです。で、金銭だけだと、これ、保管外という、コンピューター上の、書類上の移転でいけるんですね。お金出して渡すとかいかないですよね。いらないですよね。で、保管外できるときは保管外でやんなきゃいけないんですよ。今回は、 教託書から営業保証金を取り戻した後に移転後で最寄りの教託書に教託しなきゃいけないもうこのやり方自体もアウトだしそもそもお考えだしということでもうこの一番は即決罰おそらくこの問題は32見て一番見た瞬間罰で234読まないで次の問題いくぐらいのスピーディーな、ねえー、漢字の処理でできるペースがよろしいかと思います。 全部読まないとやっぱりいけないというのは厳しいんでね。この問題も一番でも即決でございます。え、あと二三四でも間違えた方は解説ちょっと見てください。これは一番でも、その場でも即決で解けなきゃいけないんで。え、瞬時にいけないきゃいけないんで。次問いの33。正答率が70.5%。うん、これも取んなきゃいけない問題ですね。で、まずは一番なんですが、重説の問題で売り主及び買い主って一番言ってますよ。売り主に重説いります 買うかどうかの判断材料提供ですよ。売り主にする必要ないですよね。うん、売り主これいらねえよと。売り主のところで罰ですね。しなきゃならないかで、2番は、これ、金銭の圧線の内容、うん、ローンの紹介とかですね、成立しない時の措置、万が一成立しない時はね、キャンセルとかできるんでよろしくみたいにね。これ事前に言っとかないとお客さん不安ですもんね。うん、あ、じゃあ、これは丸かな。そう、2番丸でございます。で、2番が丸なんですが、じゃ三3番は、建物の貸借です。 建物を、ね、借りる立場になってほしいんですよあの重説の勉強はね重説暗記じゃないですよ重説って自分がいるかいらないか考えてっていうアプローチが絶対いいんですよええー、建物を借りる人指導の負担って土地買ったり土地借りたりした人が土地例えば150平米買ったええー、でも指導の負担がありますと道路にしておかなきゃいけない負担なんですええー、道路にしておかなきゃいけない平150平米の土地買ったら100平米道路部分ですとまだ、あ、な,ないですけどええー どうです言っとかなきゃまずいですよね。ところが、建物借りる人、土地関係ないです。建物借りる人、指導の負担関係ねえだろういらないです、×。4番目、媒介を行う場合、天災非課効力、損害に関する負担の定めが、まあ、あるとか言っちゃってるんでね、それが分かりづらいんですけどね、これ、契約で決めるもんなんですよ。これ、危険負担って。だから、重説の時いりません。これ、重説内容じゃないです。だから、ここら辺でちょっと入ってないと4番とかもね、うんってなるんですが、やっぱり2番、 うん。これはやっぱり過去にもね、出てるとこだし、2番でピンポイントで言って欲しかったなのもんです。一応全部見ましたけどね。次、問いの34。これがややなんで、64.5。でも64.5ということはやっぱり通りべき問題の部類だと思います。で、まず1番で、手付金って減額って OK のしてます。これ運営者のサービスなんでね。うん、手付金減額って OK なんです。あのー、この3番がツなんですね。 で、この3番って、売買報酬について買い主の要望を受けて分割受領に応じることにより、えー、契約を誘引する行為は法に違反する罰。違反しない。これ、仲介手数料がお客さんが払いませんと。じゃあ分かりました。3ヶ月に分けてうちいただきますよと。それでどうですかと。業者のサービスです、これ。サービスなんです。あの、結局ね、手付金とかは全額現金でやんなきゃいけない。手付金の信用の供与ってあるじゃないですか。あれというのは、 なんとなくフラーと言って、手付金貸してあげるっつって、何にも払わずに契約させて、やっぱりキャンセルするっつって手付金借金になっちゃうじゃないですか。それがまずいんですよ。だからこれってね、あのただ字面で追ってるとね、本当難しいんですけど、ちゃんと制度趣旨、分かってれば、手付金というのは信用の行はダメだけど、仲介手数料なんて別にいいです、分割払いでも。 えー、ここのところって、うんまあ今はね、一生懸命説明する内容講義じゃないんでね、あれなんですか、3番罰と、うん、いけてほしいな、うん、ちょっとそのままの足はないんですけどね、うん、いけてほしいなの問題でした。で、ちなみに2番、アンケート調査で、マンションの勧誘であったことを告げずって、これ違反するに決まってんだろうと、やってそうですけどね。ね、であの4番、信用の供与することによりっていうのは、まあ当然ダメでしょうと。うん、だいうことで、まあ3番のところで、いや、中途改定数量だろ、これと。えー、これ分割とかダメとかって聞いたことないからっていうね、そういう視点でできてもいいと思います。 ま、なんとかね、え十、ー、64.5だけど、この問題までぐらいはなんとかお勉強しときたいというところでございましょう。次です。はい、35。83.9。取らなきゃいけない問題ですね。で、83.9なんですが、一番の足。これに持ってかれると、やっぱり合格者とはもう言えないですよ、当たり前ですが。ええー、あの、自ら対借ですね、これ。自ら対借業法の適用ないですよね。 業法の適用ないんだから、帳簿に記載しなきゃならない罰です。これね、もう来年もまた出るはずです。自ら退職が、業法の適用がない、もうどこで出るか楽しみにしておいてください。えー、自ら退職来たーこれいらないから、業法ってね、それぐらいになってくださいよ。もうこれね、どっかで来ると思ってください。今回ここできましたね。えー、帳簿、そうか、自ら退職、業法の適用がないから、帳簿に記載するっていらねえじゃんと。一番罰。 あの、この出方で出たのは初めてだけど、自ら対策、業の適用がないというのは必ず一問、に問出てくるんですよ。うん。そしたら、この一番は罰って切れていただきたいところなんです。あと二番、一括してしたる事務所に備えればいいって罰、事務所ことですよね。これは間違えたら話にならないです。間違えてた方はごめんなさいね。え、でも私はそういうことは平気で言いますからね。だって本当だもん。これ間違えたらう受かるわけないですもん。うん。あと三番、その帳簿に関する額を記載することが義務付けられており、違反した場合は、指示処分。それはなるでしょうね。 これもう、もう、そうだろうなぁ、です。あと、4番目。一時的に事務の補助って、アルバイトとかパートとかね、これ、従業者名簿に記載する必要がない、バツ、あります。あの、これね、アルバイト、パートってね、従業者名簿ね、書いてる会社あんまりないと思いますよ。大体ね、あの、足りねえ会社が多いんですよ、取引が。従業者名簿に書いちゃうと、取引資格者が増えなきゃいけないじゃないですか。えー、だから、アルバイトパ、パ、バイトなんて、従業者名簿に書いてない、いっぱいあるんですよ。 だからね、登録実務講習って不動産会社って2年間実務経験あればね、いらないじゃないですか。ところがね、不動産会社に働いても、従業者名簿に載ってないからね,ね、あの、もう4年いるのに載ってなかったと。えだから来ましたと。そういうかわいそうな、ねまあブラックな。まあブラックで大体8割ブラックなんですけどね、不動産って。ねまあ、そういう会社いた方はね、いや、ご苦労様、4年もやってるのにね、登録実務講習、ご苦労さんっていう感じなんですよ。うん、そういうもんなんですよね。だから綺麗事でときは罰っていけますよね。以上。はい、次、問いの36。 85.3。これはなんとかしたいですね。で、まずあの一番は、免許更新ちゃんとしたんですって。で、満了したんだけど、処分、起きるまで、処分が出るまで、そのまま続けてていいですよね。で、ちなみに更新ってなったら、えー、満了日の翌日から5年間みたいな。えー、遡ってみたいな話なんです。もう何言ってるかよく分かんなかったら、来年頑張って、えー、勉強してください。<laughs> ということです。あと二番目。免許を受けるまでの間、えー、広告やっちゃダメでしょ。 仕事だから。ええ、ダメでしょ。あと3番目。これがね、私、個人的には一番嫌なんですよ。なぜなら、兼業内容なんで、載ってるんですよ、名簿に。だから今回は新しく兼業で不動産管理業を営むっていうのを届け出なきゃいけない。載ってるけどね、宅建業とは関係ないから、これいらないんです。変更届けいらないんです。まあ、普通にお勉強しててね、やって覚えてて罰の方もいるでしょうが、私、名簿に載ってることが変わったら、届け出がいるっていうね。 そういういい観点でいつも解くんでね。ここはやっぱり例外的な話になるんで、えー、知らないといかんところなんでうんどうかな、ね、でもこれはやっぱりできなきゃいけないのは4番法人はい E に吸収合併一般承継である ED、はい、の欠量の範囲において宅建業とみなされるそう消えちゃった会社引き続き最後の契約の引き渡しだとかっていうのを終わるまでは面倒見なきゃと、えー、宅建業って相続とか合併で承継はしないんですよね。 でも、承継しないけど、終わるまでの、契約の後の事後処理までは、これ引き継ぐ人がちゃんとやってあげないとお客さんに悪いじゃないですか。血量の範囲だったら見なされる、丸。うん、これはもう定番の足でございます。ということで、4番でやっぱりピンポイントでした、ね、次問いの37。89.8。ということは取らなきゃいけない問題です。で、まずは、正しいものはどれか1番。 宅検しはい取りの関係者から請求があった。申し込み前であっても提示しなきゃいけない。見せろと言われたら見せなきゃいけないんです。いけないです。この時に提示しました。一回見せてんです。だから、えー、後日重設の時は提示しなくてもよい。あの、前に見せてんでね、見せなくても認いめいませんなんか何度も見せると自慢かこいつみたいな思われそうじゃないですか。この前見たでしょ、お客さんみたいな言いそうじゃないですか。これだめなんです。ちゃんとね、一期一会というか、説明の時改めて、改めまして。 はいと。見せなきゃいけないです。で、ね、見せて、私は、ちゃんと資格持ってんだよ。何でも聞いてくださいなって、お客さん安心させるために、再度見せなきゃいけないんです。これ、請求されなくても見せなきゃ、充設の時はいけないんですよね。ちなみにこれやんないと罰則まではありますもんね。えー、だからこれは綺麗事で解けば、いや、一回見せてでも充設の時はやっぱ改めているんだろうな、きっとな、です。その通り。はい、罰2番今回は、 公権知事で受かって合格して登録してる A というのが、おつけ県の業者で働いて、そこで取引し、専人になるとですね、おつけ県知事登録の移転を、はい、登録の移転しなきゃいけない、ここで罰ですね。登録の移転は義務じゃないです。え別にあの、東京で受かって東京の取引所で、例えば沖縄に転職して、え沖縄の業者で働くからといって、東京の主任社長で取引所でできるんですよ、仕事は。 えー、でも登録の移転という、登録ごと全部もしよかったら沖縄に持ってきませんかと。登録の移転で2位ですもんね。うん、というところで2番という定番の罰です。で、3番、登録受けるには、2、はい、年以上の実務経験を有する者の、はい、有する者同等以上。これ、あの同等以上っていうのは、登録実務講習っていうね。えー、これ、講習があるんですね。えー、で、大臣の講習っていうんだけど、大臣がやるんじゃないんですよ、えー。私とかやるんです。私みたいなもんがやるんです。でも一応ね、これね、あの誰でもできるんじゃないんですよ。 7年以上仕事をやってなきゃいけないとかね、えー、あと鑑定士とか弁護士とかじゃなきゃいけないってね、一応要件があるんでね、でも要件があると所詮私のようなもんがやるんですけど、えー、合格するとね、2年間実務経験あることなんです。なんと2日で、えー、どうですか、2日で終わるんで、ぜ、ま、ひ、あ、よろしければ合格した方どうぞと、えー、いう宣伝をしておきます。丸でございますで。あと4番目は、取引者の関係者から請求があったら従業者証明書を提示しなきゃいけないそうです。えー じゃあ、重説の時は、取引証の提示が義務付けているため、従業者証明書の提示に変えることができるって、これは別物です。あの、従業者証明書とはその会社の社員である証拠。取引、取引証は資格持ってる取引書証拠。ええ、あの、目的が違うんだね。うん、だからこれ、別物なんだから変えることはできない罰という。個数で出てもできる問題ですね。というか、できなきゃいけない問題ですね。ということでした。次、問いの38。 これ若干ですね、難しかったですね。67%。これ正当率ちょっと低かったんですね。うん。で、この38はまずは、一番、A、飼い主を代理して宅地の売買しました。飼い主にのみ37条と、37条契約書、売り主、飼い主両方ですもんね。飼い,い主にのみここで罰と。ここは違反だろうと。え、売り主もやるから。っていうところで見つけてほしい。で、二番が丸なんですよ。違反しないが。 手付金受領するにもかかわらず、37条に保全措置の内容を記載しなかった。保全措置って知ってますえー、あのー、銀行に保証してもらいますとか、えー、保険会社に保険入りますとかね、えー、あと、預けます、えー、指定保管機関とかね、あれですよ。あれあれいるんじゃないのと。うん。説明重説ではいるんです。お客さん安心してください。保全措置取りますよと。で、お客さんも一安心なんです。で、それやんないと金もらえないんでね、契約書に書く必要ないんです。契約内容じゃないから。 契約内容じゃないんです。ルールでやるんです。うん。だから、重説で説明してやるというので十分なんです。で、やるときに、これ、ちゃんと証書が出るじゃないですか。連帯保証になってもらってますと。だから契約書に書く必要ないんです。ここまでちゃんと勉強してきたかどうかは微妙です。多分、独学でちょろちょろだと無理だと思います。ここら辺までやれてこない人多いです。 ええー。だけど、ここのところって、やっぱり、保全措置って、そうか、大事なことだけど、そうか、契約内容ないから、記載事項じゃないのか。うん、俺、解説では記載事項じゃないからってね、すごくなんか冷たい感じで書いてありますが。うん、これはやっぱり、うん、そうですね。やっぱり、ちゃんと頑張ってやってたら、知っといて欲しかったな、の問題だったんでしょう。はい。あとは、定めがある、3番。定めがあったら記載しない違反です。4番、定めたが、はい、記載したかったら違反です。結局ね、消去法でも2番でいけるんですよ。 ああだからこれまあ2番がねいやこれなんか大事そうだから書かなきゃいけねえだろうってもう最初から決めつけてると2番にいけないんですよね、うん、だからこの2番って一度でもこの話を見たことテキストで見たこと聞いたことがあれば多分いけた問題なんです、えー、ここら辺はねちょっと独学者の方と差がね、えー、出ちゃったのかなというね、えー、こういうの話聞いてればねいけたかなというところなんですけどねなかなかな問題だと思いますはい、まあ、間違えてもしょうがないかなの問題の一つです行法の中でもその次です問いの39 さあ、個数です。69.3%。うん、まあ、微妙ですけど、できないことはないと思います。正しいものの話です。いくつあるか。まずは、営業保証金。はい、大津県内に新たに獣たる事務所を設置した、獣たる事務所の最寄り罰したる事務所ですよね。もう営業保証金って全部本店の最寄りじゃないですか。獣たる事務所じゃねえよ、罰と。これも瞬殺で言ってほしいところです。あと、い。 さあ、500万円手付金払って締結して、B が失踪したと、すごいですね。引き渡し受けることができなくなっちゃったと。A は、手付金について、営業、弁済業務保証金から、弁済受けることができる。うん、手付金とか、そうか、払っちゃって、戻ってこないとかわいそうだな。受けることできるのか ?A って誰ですか宅建業者 A。業者って、営業保証金から金もらえなくなったんですね、今年。改正点ズバボ、ズバリです、これ。改正点です。 だからこれね、改正点ちゃんとやってるかやってないかって、本当に卓試験は改正点その年に複数出るんですよ。今年も結構出てますよ。ここも改正点だし。これね、やっぱりこの意をね、間違えるということは改正点やってない。改正点やってない人は合格者にさしたくないですも、僕ここは。うん。だから、あの、学校に古いとか来ないとか関係なく、古いテキスト使ってると使ってるの関係なく、改正点はやっぱ見とかないとと。 ええー、いうことなんですね。だから、ここのところは、いいわね。業者だからもらえないってね。ちょっとなんとか、個数だけどいけて欲しかったんですね。で、あとは、うわー、地位失った首になってから1週間、保証協会。ええー、丸です。うん、これはもう定番なしです。あと、えー、保証協会から通知受けた。そしたら2週間です、期限。2週間以内に穴埋めです。これも普通にやってればできる問題です。あの、やっぱりこういうところ、営業保証金とかね、分担金とか本当に大変だと思うんですよ、暗記が多くて。 でも最後の最後ちゃんと業法を詰めて詰めて、ラスト1週間気抜かないで詰めていくと絶対できるんです。だからね、行法ってね、もしで結構いけたと思っても、最後の1週間とかちょっとサボったりすると、スパーンと抜けて、ゴトゴトってなって、ね、13とかになると、受かるはずなのに受かんないんですよ。本当に怖いんですよ。権利なんかよりよっぽど怖いんですよ、業法は。ね、だからもう、講師はみんなまともな講師はね、ラスト1週間前、権利頑張るぞなんて。 罠罠です絶対罠ですす絶対ラスト1週間も最近ブログとかでねあの権利関係最後1週間みっちりやったおかげで権利が十何点取れてそれが合格の原動力だって,ってそういうすっとこどっこいがいるんですよそういうのを見てねそうだよなみたいにや,ってやるとダメなんですよどう考えても業法なんですよやっぱり、えー、そこら辺をぶらしちゃダメなんですよね本当に業法は怖いですよ ちょっと抜けるだけで、しばらくやらないだけで、スパーンといけますからね。うん。ということで、この問題も、ちゃんとやったらできる問題。はい。取らなきゃいけない問題です。次、問いの40。正答率80.5。さあ、いきます。この1番は、代金引き渡し、重説で言ったから、契約書に書かないと、もうずっと無理ですよね。必要的最事項ってやつ。絶対書く。もう、1番は違反。絶対ダメ。2番。 宅建業者である B は、はい、C の仲介で宅建業者でない D に売った。はい、B と C で共同した作成の、えー、書面に C の取引の決め用意がなされた。その書面に B、B って誰売り主。売り主業者、これ自らのり主ですかね当然売り主も充設義務あるんですよ。だったら当然その書面に決め用意はいりますよ。いるんで、いるんで、はい、ここのところ、応援必要、応援させないのはダメです。だって売り主も充設義務あるからと。 うん。いうところでございました。そして3番。売ねしゃ、脱券業者 E。はい。F は、取引口 F は、買、はい。買い主、素人です。G に、書面交付するとき。G というお客さんが求めて来なかったから、取引口を G に提出しなかった。提示しなかった。書面を交付した。あれ提示しなきゃいけないんじゃないのいや、これ37条。契約書。契約書って説明いりますいらないですよ。いらないですよ。郵送でもいいんですよ。 反抗してればいいんですよだからこれ重説だったらこれ提示なのはまずいけどこれ37条だからいやこれ別に違反しないよね丸ピンポイントですでこれはね本当に雰囲気でやってるといやまずいんですよ行法ってやっぱりあのもしとかで例えば1回18点とか取っても急に12点とかねその次は16点とかねこれ乱高下する人はふふわふわっとやってますなんか自分の感性に合う問題だとできるけど感性に合わない問題だとバタ,バタバタっていっちゃうんですよ ダメです、それじゃ。ね、え、民法と違うんです。民法ってふわふわでいいんです。問題文、日本語が読めれば、現場でやって、まあ、どんな感性合わなくても、半分ぐらいは、なんとかいくもんなんですよ。でも、業法は、隅々まで満点にならなきゃいけないんだから、ちゃんと詰めて、しっかりやっとかないと、ちょっとでもやられると、ダメなんですよ。だから、ね、本当に合格するためには、業法大変なんですよ。業法の方が辛いんですよ。 業法はできますとか言って、えー、何点ですか ?14 点ってふざけんなと。えー、それ業、業じゃ、ね、権利じゃなくて業法だろうという話なんですよ。というところはね、もう、重々、今から言っておきます。はい。で、まあ、3番が丸なんですが、4番、愛が売り主であるためにて、これ、どうですか過去出たこと最近でもあるんですけど、他建業者1、業者ではない売り主愛から中古住宅買うと、仕入れって場面なんですよ。仕入れなんですよ。 うん、じゃあこれ、愛が売り主でやるために愛,愛に三十何庶民交付しなかったこれ、自ら買い主ってやつなんです。自ら売買、買う方まあ考えてください、業者が買い取りするんですよ、契約書ありませんと、ええー、ですね、売り主は。うん、当然、買う時もいるんです、仕入れの時も。仕入れだって業務の一つなんでね、だから買う人だけだと思ってる方、これね、過去問でね、最近は1回しか出ないんですよ。 だからね、多分ね、見てないとね、んこれか、確かに売り主にはいらないんじゃないのみたいにね。なっちゃう可能性ありますよね。うん。だからまあ、ちょっと間違えた方もいるんでしょうね、と。だけど3番で言ってほしいですね。えー、という問題でした。次問いの41。83%。ということはできなきゃいけない問題なんでございます。はい。これ、13402番。まずはこれ、ピンポイントでいけたいんです。移転登記の申請時期。内容を説明しなきゃいけない。バツ×。 これね37条書面っていう契約書に絶対書かなきゃいけない内容は重説内容になってないんです重説内容じゃないです理由は契約で決めるからなんですあの重要事項の説明って買うって決まったから重説やるっていう認識なんですよ業者の人間私もそうですけど借りるって決まったからじゃあ所がね重説作るかという感じなんですよもうね金額とか言ってる時の申請時期は大体決まってるんですよだけど試験ではだめですよちゃんと基準の話でいかなきゃいけないんだよ 重説は買うかどうかの判断材料提供だから、買うかどうか決まってないです。移転登記通、決まってないです。説明いらないんです。これが理由です。で、理由じゃなくてもこれは知らなきゃいけないので、入れないので、37条の必要的記載事項は重説内容になってないというのは知らなきゃいけないので2番でピンポでございます。あとは3番とかで持っていかれる可能性ありますかこれ、ガスの設備とかって設備の状況ですよ。ああ。 これこの敷地内の配管、うんどのあ、プロパンガスの販売業者がどうのとかね、配管がね、うん、それもちゃんと言っとけと、うん、これ解釈運用の考え方っていうのが根拠なんですけど、まあ、突っ込みどころはない感じじゃないですか、あと4番の積み立てられている額、これ、知りたいですよね、いくらかあるのかね、うん、そりゃいるだろうで言ってほしいところですよね、2番が×、はい、やっぱりピンポイントでできなきゃいけなかった問題です。その次、問いの42、83.8%。 また個うやっぱり何で,、ねえー、ですかこのカゴモに何度も出てるようなねそういう足で出てると取れてるんですね個数もね最近は、うん、じゃあいきますあ環境について一ちしくじじっとそういう症状をしてはならない,い随分なん,かなんか逆にこんな簡単だからなんか罠ないんじゃないかとかね思っちゃうぐらい簡単でしたよね丸ですけど、えー、何でもなく丸ですけどあとは借地の2番い,いいです 着地の有無の市場、司法上の制限も含まれる国が決めた取り決めを広報って言うんです。え、一般、一般人が取り決めたのを司法とかいう話なんですが、契約内容で借地権なんていうのがあるとか言ったら、それは言わなきゃってなりますよね。うん、丸だろうと。あと、う、売る意思のない条件の良い物件を広告。うん、販売しようとした。実際に誤認したかあるいは損害を受けたに関わらず、監督署務の代表となる。丸。古代広告とか。 インチキの広告って出した時点でアウトなんですよね、えー、というこれも有名な足ですあとえ広告を行う場合取引対応として代理であることを明示しなきゃいけないそうです注文を受けた時変更がない場合でも遅滞なく注文者にうち媒介だようち売り主だよって言わなきゃいけない丸広告するたびにそして注文を受けたらちゃんとやらなきゃいけないですこれ取引対応の明示って仲介手数料かかるかどうかというね大事なね内容なんです 売り主から買ったら仲介手数料いらないんです。えー、売買取だったら仲介手数料だいたいいるんです。で代理だとね微妙なんですけどね。代理だとね売り主が6%払って買い主がいらないことの方が多いと思います、うん。だから新築マンションとか大きなデベがねあの作って販売代理でね売りじゃないですか。中ってないですよね。だいたいないはずなんですよ。うん、これね売り主から払ってるんで。だからこれね代理の時ってねまあ、絶対じゃないですけどねあの仲介手数料がないっていう合図が多いんです。 うん、だからこういうね、取り期待のを命じって仲介手数料かかるかどうかの話だから、ちゃんと広告のたびにやれ、注文を受けてもちゃんとやれという、そういう趣旨でございます。えー、まあ、内容はしててもどうしてそうなのかとかね、まあそういう話、えー、まあ、こうでうはだいたいするんですけどね、まあということでね、まあ、えー、まるでまた出ましたね、これ。正しいもの4つ。もうパターンですよね。うん。そのほうが実力はかるんですよ。だからなんでしょうね。次、問いの43。いや、個数出てましたね。難しいのが19.4%。 これはもう間違えてしょうがないですね。間違えて叱るべきというんですかね。うん。じゃあ、できなかったのか、本当に、っていうところなんですが、そうですね。まあ、難しかったのは難しかったんですけど、あ !A、業者です。2週間に1回、専任人で業務処理状況を B に報告しなきゃいけない。はい。これに加え、購入の申し込みがあったときは、ちっなくその旨を B に報告。丸です。これ、改正点です。申し込みあったらすぐに言えと。えー、これ、あ 今年の改正点、はい、案は絶対丸。はい、食いついてほしいとこです。だって、千人だから、専属千人ではないって本文書いてありますもんね。2週間に1回、1週間に1回って2週間ありますが、2週間に1回、自信持って丸、言ってほしいとこです。じゃあわ、伊自動更新できるできませんね。これね、業者であっても自動更新ダメなんですよああ。ここの媒介で業者間だからいいとかっていう話ないですもんね。えー、自らに制限だと業者間取引だと関係ないってあるけど、ここないですもんね。 その流れが分かってりゃ、E は×にいけると思います。で、一番この個数で多分難しかったのは、うなんですよ。うなんですよ。これ×なんです。なんで ?7 日、休業期引かない。はい、以内に所定の事故をしている机に登録レンズに乗せるですね。また、登録を証する署名を地対なく、B に定時、ガッガッガッ、×!渡すんです。定時って何がいいかさ、見せるんですよ。うん、見せるんですよ。 で、レインズって、あの、大体のネットのパソコンの画面からこうね、あの、登録するんですよ。で、クリックピットね、あの、クリックすると、会社のファックスがウごうごうってこいて、ビートと出てきて、もうすんごいしょっぱい書面なんです。えー、もうファックスから出てきたしょっぱい書面です。えー、でもそれがあるからちゃんと載せたっていう証拠になってるんですよ。それをお客さんに、はい、ちゃんとレインズ載せましたうちはやることをやりましたって渡すんです。見せるだけじゃダメです。はい、載せましたちらっと。さよならと。ダメですよ。 そそういういこととやるとね、おそらくレインズに載せるじゃないですか、お客さん書いた後すぐに削除したりするんですよ、両手でやりたいんでね、えー、今、レインズ、ね、そのちゃんと書面やると、下の方にね、ネットでレインズに載ってる状況が分かるようになってるんですよ、ちゃんと渡さなきゃいけないんですよ、提示じゃだめなんですよ、だからちゃんとお客さんに渡さなきゃいけないという、いやー、結構辛いところついてきましたね、だから個数でこういうね、過去出たことない辛いところがついてくると、みんなできないんです、だからこの問題、今年できなくてもいいけど、いいですか、来年はできなきゃいけないですよ、これ。 一度出ると合格者はね抜け目ないんです、えー、これ取ってくんですそうかちゃんと渡さなきゃいけないのかとだから年々やんなきゃいけないところが増えてくるから難しくなってくんですよでもねそれに追いついていかないとまた来年も同じ鉄を踏むことになるゃのね誰だからねここのところしっかり今年はできなくてもしょうがない ええ、でも、ここのところは何とか頑張っといてください。そして、A、指定流通機構の情報登録、B が A に特別依頼した高校に考える費用については、制約したか否かがいか,かわらず、大臣の定める報酬の限度が超えて、B に請求できる。これなんかも、特別の依頼だからできるって丸にしてみたら、で、バツと、え、もなんでと。指定流通機構への情報登録。これ、チェックで。費用については請求できる。できません。レンズに載せる代とか言って、ええ、あこぎですね。 これネットでただ乗っけるだけなのに、ハコきですね、そういうの取っちゃいけませんよ。さっきの重設量と同じレベルです。レインズの世代ですと、えダメです、そういうの取っちゃう。だからこれも、あのー、依頼した特別の依頼のところにも着目すると、あ特別の依頼だからできるって、あったあったって、丸に流れちゃうんですよね、うん。だからね、個数問題の辛さはここなんですよ。これ多分、誤ってるもんやばいだったら、一回見て、あれあれ全部丸になっちゃったと。もう一回見ようって言ったら、あこれじゃね 気づくんですよでも個数のって一回見てもう×だと思ったら丸だと思ったらそのまま見直さないじゃないですかもうワンチャンスなんですよ見るのがだから個数のところはもう瞬時でも反射的にできるぐらい両方はもう問題やってやってやってもう反射的に出ないと考えてじゃダメなんです民法みたいにどっちがマシかなとかでアプローチじゃないんです瞬間的にもう×っていけないといけないんですよ、うん、でもこの問題は「う」も「えー」もう厳しかったですね だから正解に至れない人が多かったという問題でございます。まあ19.4って関与よりひどいですよね。うん。だから、まあ全然本当にできなくていいんだけど、一問一答として、ね、え、出たものは頑張ってください。両方満点でやらなきゃいけないので。はい、問いの44。79.5%取らなきゃいけない問題です。はい、正しいものはどれか一番。免許を受けてない B 社の合併、また合併出てますね。合併の時に、 あの、仕事、目的の範囲でっていうのはあるけれども、承継することはできるは罰ですよ。あの、会社の相続です。会社の合併で。て。あの、一心専属設定ていて,いて、免許というのは、その人が信用あるからもらえるんです。えー、承継しません。えー、この引き継いだ会社、存続会社は改めて免許もらわなきゃいけない。一番罰。二番、個人の業者 C が、この社長がですよ、会社設立した、こういうのね、法人になるから法人になりって言うんです。 個人で免許もらってて会社作りました。これ免許流用できません。だって人間個人というのと会社は別人格なんで。えー、だから皆さんが個人事業でとりあえずね、株式会社だと、ね、えいろいろ統計の手続きとかねの、費用かかるから個人でやり始めた。えー、でも儲かってきたから株式会社始めたっつったら、改めて会社で免許もらわなきゃダメですよ。えー、という、これも基本知識です。2番罰。あと3番目。免許の届け出があった日に執行罰、死亡時です。 もう死人はもう死んでるんだから死人に免許与えてるわけにはいかないんでね、これ大体いい届け出主義って、届け出したときに執行っていうパターンが多いんですけど、会社の合併と人間の死亡、会社の相続、人間の死亡相続ですね、これ、死亡したときです、執行日。これもはい複数回出ている大事な知識、×、あと4番目、決議で解散、解散ってなったら、清算人、清算です、清算するので、届け出31代する丸、うん、まあこれです、なんでもない問題です。 えー、ということで4番の知識分かってればいけたという問題です。はい、問いの45。73.7%。やっぱ取らなきゃいけない問題。それはなぜか。2番が丸だから。なぜ ?2 番。前も正解詞になったことがあるから。55平米以下であるときは2個1個として数える丸。もうこれ出てるんですよ、すでに。で、あとは1番。引き渡すまでに説明罰。契約前です。これ貸し担保理工法の話って、重説と同時並行なんですよね。 えー、契約前にやんなきゃいけない。引き渡すまでに。もう大好きな問題です。なんでこんな好きなのっていうぐらい、えー、好きな問題です。一番ツ。はい。あと三番目。基準日から一月を経過した時以後においては、新たな契約がダメ。これ覚えてます基準日の翌日から50日経過と。この基準日からの翌日というね、それ翌日で引っ掛けっていうのを過去問とかで見てて、そこぐらいまで要求されてるところですよ。 一ヶ月じゃねえよ、バツって絶対言ってきてほしいところなんですよ。うん、あとは四番目。これが難しかったです。ちょっとだけ。なぜなら、引き渡しから十年はいいんです。ただ、住宅の給水設備、ガス、貸しによって生じた損害について保険金の支払いを受けることができる。なんかできそうですよね。でもダメなんです。なぜなら貸し担保利工法って大事な部分なんです。大事な。難しい言葉で言うと、構造体力上主要な部分というはずです。構造体力。 給水ガス、ただの設備です。構造関係ないです。そこのところじゃ10年保証、そこないです。えー、これとかってなんか、血管があったら何でもできそうな雰囲気でやってると間違いますよね。えー、だから、まあ、もしかすると4番に持ってかれちゃって間違えた可能性がありますが、2番過去で正解にも出てんでね、これは2番ぶらしちゃいけない問題だったよねというのがこちらの問題でした。以上になります。で、あとまたね、2分ほど、1分30分なんで、5問目以上、今年はやりやすかったです、ね。 五問免許がね、だから五点免許を持ってる人があんまり有利じゃなかったというね。うん、で、五問免許を持ってた方が時間がなんか増えてよかったみたいなね。なんかそういうなんかひでえなっていう感じだったんですけど、あの1、一番っていうか、問いの46は、利率同一、自分によって休憩時間っ違うだろうという、うん。過去にも出てるから3番でピンポイントだし、あと47がね、なんと警報が一番ね、正当率61.5で悪かったというね、うん。警報がね。まあ、ただこれ、間違ってたら一番ダメだろうとか、二番別のもん、 同一ではない写真使っちゃダメだろうとかね。80メートル月1分、切り上げ5.25分であったので 1, 1分未満5、4、5人ダメだろうと。6分にしなきゃダメだろうとかね。消去法でもいけるんでできたかな。あと48はもう解説する必要ないし、あの48過去問勉強する必要ないですからね。来年は来年の統計が出るんで。えー、ここいらないんでね。あと49、50は、これ土地建物あんまやってなくても結構常識的な方多いと思います。なぜなら、4、4番。 問いの49は4番。埋め立て地、干拓地に比べ危険である。埋め立て地ってお台場とかですよ。結構地震とかでも強くなかったですかえー、干拓地って知ってますえー、あのー、海の水せき止めて、干上がらせて、そこ、あの、海面より下だったり、あの下だったりするんですよ。びしょびしょなんですよ。大体干拓地とかって、あの、ムツゴールがいるところですからね。人間様が住むところじゃないですからね。干拓地なんてびしょびしょだから、逆だろう女のバツっていけるし、あと、50。 もう建物とか全然やってないんだけど、過去問だけなんとなく見てりゃ、切って、水吸ってる方が弱そうじゃないですか。えー、なんか乾いてた方がカカーンって強そうじゃないですか。もうそんな程度で一番バツ、えー、×いけそうなところなんで。だからこれ4点とかね、まあうまくいったことで5点取ってる人もいるんですよ。 もしこれ5問免除上が常識で考えても2問しか取れないと結構きつかったなというね、まあ、そんな年でしたね。うん、という問題です。まあ、あの今年の問題をしっかり見ておくというのはあの来年、ね、やる方のためにはすごい大事なことなんでね、まあ、今見ていただいて勉強の方向性考えてくださいただ少なくとも権利関係が、ね、できなかったから権利関係が原因で直前期来年、権利関係やるは間違いですからね。権利関係やるだったら早打ちです え早いうちに対策をとって民法の完成を磨いてください問題文時を図とかを書く慣れしてくださいえで直前期はやっぱり業法政権に注力するそれを忘れないでやっていただければ来年はいけるはずですまあ、今年受かった方はおめでとうございますということでした以上ですはいそれではですね2017年え本試験解説会これをやります皆さんお疲れ様でした